ね、そこですいません決めてるやつがいるな、めちゃめちゃアピールしてくれてる人がいますけれども、今日も、はい、始めさせていただきました月一のお楽しみ、渋谷ロフト9アイドルクラブでございます、よろしくお願いしますなんですけど、あれなんか、ショールームの方が行ってないかな、これ行ってます、ショールーム今会場で見てくださってる方なんですけど、はい行ってます、行ってますか、これ行ってるか行ってないかでね、ちょっとね、ちょっとこちらも問題が、よし、もう一回リロードすればいいのかな、リロード、そうじゃないとみんなも看板見てるだけですから、リロードしてみました、佐竹行けとか言われて、あ、行けてますね、行けてる行けてる、大丈夫だ大丈夫だ、ありがとうございます。あ、そうするとまたコメントログが戻っちゃうんだな、コメントログを消しましょう、移動させよう、コメントログ、よいしょ、あ、こうするとちょうどコメントログも見えるかな、はい、ありがとうございます。すいません、このイベント初めての方、一体どれくらい何こんなことやってるんだろうと思うかもしれませんが、全部本当に、ノーギャラ手弁当でやっているので、配信も MC がワンオペでやっているという状況でございまして、本日も月一のお楽しみにお付き合いいただきましてありがとうございます。本日も司会進行、昨日、横浜アリーナでスターダストのアイドルももクロから、一番わかるんだとボルトまで12組70人出るイベントの司会をしていて、企画が本当に跳ねて今朝のワイドショーにほぼ全部出てたんですけど、一切名前の出ていない日本放送のアナウンサーの吉田久です、どうぞよろしくお願いいたします、いやいいんですよマジで全然本当にね。でそれでおかげさまで昨日ワイドショーとか見てくれた人、今日が今朝の見てくれた人とかいると思うんですけど、クラウンポップの三田いぶきちゃんがその何こう1位に選ばれ、1位というかもう本当1人しか決めないんですけど、順位も発表しないというタイプのイベントやって選ばれて、で、今日からちょうどこれから1週間リリーベなんですって、クラウンポップ。すごいタイミングじゃないですか。ですごいタイミングなのもう一つ、今日これをやることはずっと前から決まってました、横浜アリーナの翌日に。で今日僕がここに来たらタワレコの渋谷で今クラブをイベントやってるんですよ、行くよねということで、すいません、クソ DD 歴28年でございます、よろしくお願いいたします、どうも。はいはい、これがね僕だけじゃなくてね、びっくりしたのが向こうのリリーベ行ったじゃないですか、こっちのチケットを俺に見せて現場回してここ来るやついますからね、今日ちょっと面白いなと思いました。さてね、このイベントなんですけども、渋谷ロフト9アイドルクラブ、その昔ポニキャンアイドルクラブっていう配信やってたんですよ、生配信番組やってまして、でポニキャンさんがアイドル縮小したんで、まあ、配信もなくなったんですけど、その時に我々が掲げてたテーマがアイドルに圧をかけない、わかります？こうアイドル番組っていうとなんだかわからないけど、お前本当にやる気があるのかとかやったりするじゃないですか。別にラストアイドル批判でもなんでもないですよ、全然、全然そういうんじゃないですけど、それはそれで必要かなと思うんですけど、ただ僕らがやってるとあれ見てるとうってなっちゃうところがちょっとあったんで、よろしいでしょうか、皆さんが特典会に行った時になんかね、恐竜が好きなんですって言ってる子に対して、草食と肉食だったらどっちが好きぐらいのことでいいじゃないですか、ある意味延々これからそういう会話をさせていただきたいというふうに思っております。そういうイベントなんですね。でなのでにこやかにゆるっと他のアイドルトークイベントではやらないことをやりますので、皆様も審査をしちゃダメ、よろしいですか、気持ちとして審査ではなく仲良くしていただいてもよろしいでしょうか、今日はこれから皆さんにはアイドルと仲良くしていただきたいのと、あと一番初めに乾杯とかこうするんで、一押しフードも紹介して、くれますので、なんかその辺もオーダーしていただけると嬉しいなと思っております。それじゃあ、本日登場してくださるアイドルの皆さん、どうぞ。じゃあこのイベントは座っちゃいましょう、座っちゃいましょう、はい、座っちゃいましょう。じゃあ座っていただいて、ここからまずは自己紹介的なものはいただきますが、自己紹介的なものはいただくんですけど、その時もグループの自己紹介をやらないと落ち着かないタイプのアイドルの人がいるんですね、だけどそういうことしなくても別に構わないです、単に名前だけ言っただけでも成立する、ぐらいのハードルなんですが、じゃあお願いしてもよろしいですか、はい、あ、マイク入ってますか、あ、これスイッチ付きかな、ついてます、ついて、入ってる、入ってるはず、ありました、よかった、実体じゃないのかと思いました一瞬すいません、実体だった、はい、イコールラブの佐竹のんのです、よろしくお願いします、よろしくお願いします。で佐竹さんにはまず一番初めにドリンクと、フードの注文からしていただきたいんですけど、はい、はい、ドリン
クは、はい、飲むヨーグルトと意外なとこ来た、はい、いきなり、はい、飲むヨーグルトで、はい、フードは、はい、モッツァレラチーズフライでお願いします。あ、なんかやたらと乳製品強いタイプいや、はい、あのなんか飲むヨーグルトを、あのスタッフさんが、はい、あのご利用ししててここの、はい、あのそれで、うん、あのみんなで話し合って、じゃあ誰か飲むヨーグルト頼もうよってなって一番初めにフラグを回収するところからそれで入って言いました。あ、ありがとうございます。じゃあ飲むヨーグルトとモッツァレラチーズフライ、はい、はい、お願いします。 ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ではじゃあ続きましてお願いします。はい、ジュエルネイジの天然ポエマーりんちゃんこと鈴鹿キリンです。よろしくお願いします。すみません、今のが、はい、普通この天然なんとかまっつったら普通天然パーマなんですけど確実に天然パーマじゃないですよね。違います、天然ポエマーです。天然ポエマー、はい、ほう、言った瞬間に周りに警戒の空気が一瞬広がりましたけど、どういうこと？天然ポエマーっていうのは、うん、あの普段からちょっとポエマー気質で、そういうポエマー気質ってあるの？はい、ポエマー気質っていう言い方は江戸っ子みたいな扱いだけどそういうことばっかり言ってるんで、うん、メンバーにつけられたなのです。自分ではそのつもりはないんだ。じゃあ全然そんなつもりはないんですけど、じゃあ自分では今まで周りからこう、はい、あの指摘されたポエムワードとかあるの？ないの？ポエムですか、うん、なんか今日も青空が広がってるね、うん、それはポエムだね。あ、そうですか、うん、もしくはあのお天気の森田さんかどっちかよ、うん、そんな感じなの？はい、いつもそんな感じで。今日をこの1月20日という日は、はい、あの鈴懸さんにとってどんな日に見えたんですか？はい、1月20日ですか、はい、1月20日は夕暮れ時の空がとても綺麗でした。ちょっとまだセーフかな。あ、まだセーフですか。まだそんなポエムというよりは、はい、あ、辛いことあったのかなぐらいの、うん、全然、はい、毎日楽しい。毎日楽しい、はい、じゃあオーダーをしていただいてもよろしいですか？はい、わかりました。はい、まずドリンクはクリームソーダで、はい、あ、ちょっとお願いします。ポエム感は飲むヨーグルトに比べるとだいぶある、うん、それでホットアップルパイ。ホットアップルパイ、あ、いいんじゃないでしょうか。喫茶店感ありますね。はい、うんうん、なんとなく大丈夫。別に詩人になりたいわけじゃないですもんね。あ、全然詩人になりたいとかそういうことではない。周りからそうポエマーだと言われるだけ。はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではじゃあの続きましてお隣お願いしていいですか？はい、皆さんこんにちは、チルシーです。のみゆです。よろしくお願いします。で今の型通りの自己紹介とあのこの空気を読むのと両立しましたよね。そうですね、ちょっと控えめな、あのグループの挨拶なんですけど、あの普段最年少なんですよ、グループの中では。あ、そうなんですか。でも今日あの初めて、あのお、ね、一番お姉ちゃんっていう。あ、この中では。そう、はあ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 、もう慣れないよね。慣れない。慣れないです、すみません、誰向きのタメ口だったから失礼しました。全く、いや全然あの基本的にタメ口で全然構わないですから。昨日もいくら喋ってもあのこういきなり東北さんのあのこう伊達かやちゃんが僕に敬語を使ってくれないんですよで、まあ、前回の話ですけどね、でもそれで今日来ていただきまして、はい、僕ちょっとライブとか見たことあるんですけど。あ、本当ですか。え、ちょっと待って、なんで忘れてるんですか。違う、間違えた。スパフェスで共演させてもらって。そうそうそう、でその時に拝見して、あのあんまり情報見ずに知らずに行ったらバッキバキにやってて、ありがとうございます。いや、あのだからものすごい厳しいことをやっているタイプなんだけど、はい、なんかあのトークはそんなにしてるイメージは確かになかったですね。そうなんです、あの喋ると本当にあの、うん、ほんわかしてグループのイメージが崩れるので、うん、私は普段あんま喋らん方がいいんじゃないかと思って今日は来てしまいました。あ、いや今日はあの別動態だから別にいいんじゃないのってことなんですね。そう、今日はもう特別出しちゃいます。じゃあグループのことは忘れていい。そう、グループは忘れてください嘘です、嘘です。え、嘘なの。そう、でも今日私を見てライブを来たらちょっとびっくりするんじゃないかなって。あ、でもそれはいいんじゃない全然ね、あのこうふわっとしてライブをかっこいいは全然ありのパターンだと思います。逆もありだと思いますけど。来てください。はい、なんだろう、ニーズに合わないんだったら返品可能ですみたいな言われ方謙虚ですね。じゃあ、みえちゃんのオーダーもお願いします。はい、はい、私は椎茸のジューシー肉詰めフライ確かに何らか感じますね、今のオーダーの方法は真面目なのと、はい、意外な美味しいものを見つける目が厳しいなみたいなところありましたね。あとはソフトドリンクは緑茶、はい、緑茶です。はい、わかりました。いや、そこは全然大丈夫ですよ、気にしていただかなくても、はい、で、あとすみません、お互いこれ初対面ですか、完全に皆さん。あ、ですね、わかりました。突っ込んでいいかどうか迷ってる人がいっぱいいることは
じゃあ続いて、はい、じゃあお隣行きましょう。みゆちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、あの虹のコンキスタドールのヒルタアリです。よろしくお願いします。あれ、ヒルタさん、あれ、はい、何歳でしたっけ。今15です。おー、15歳ということは中学生。あ、高1です。高校には入ってるんだ。はい、あの3月で16になります。3月で16に、はい、なる。もう少しで成長します。あのね、年齢を重ねるのと成長って若干意味違うんですよ。あの、ね、あ、おっさんあたりになると43でも44でもほぼほぼ同じ成虫ですから。虫で言うなら、まあ、大丈夫です。まあ大体ね、うん、え、二次婚何年目です。二次婚 3?4?、ね、中1、中2、うん、中3、小1、あ、3です。4本目の指をきっと。あ、4ですか。ちょっと計算が苦手で、あの丸3年と4年目の違いですよね。あ、そうですね。おー、出た、はい、ありますよ。たまに僕日本語と日本語の通訳してる気持ちになる瞬間ある。あ、ごめんなさい、あの、うん、日本語がちょっと下手くそなんです。あ、自分でもちょっと思ってるんですか。はい、あら、あのいつも友達とかと話してても、うん、うん、って聞き返されることが多くて、あ、何を言ってるんだろうな、うん、ヒルタさんみたいになる時がちょっと諦めました。あ、もうあの日本語の習得はもう諦められたんですか。もうちょっと向いてないかもしれないです。日本語、日本語向いてないかもしれない。はい、な、何語だったら良さそう。何語、擬音。擬音擬音です。擬音なの。はい、じゃあ、今そこに、座った感想を擬音で言うとどんな感じ。ウェーイウェーイウェーイ。じゃあ、ヒルタさんの、はい、あのオーダーを教えてもらっていいですか。はい、ソフトドリンクはウーロン茶で、うん、はい、と食べ物はポテトフライです。あ、はい、はい、いいですか、大丈夫ですか。はい、なんかね、あの食べ物、美味しいものを知らないんじゃないかってドキドキするオーダーでもあるんですけど。え、ポテトフライ美味しいですよ。いや、ポテトフライ美味しいんだけど、ポテトフライとウーロン茶っていうのが、うん、さっきの隣のね、あのこう椎茸の肉詰めとかこう聞くとこうあるぞ、世の中にはまだみたいな感じにちょっとなるんだけど。私はこれが食べたい。わかりました。はい、はい、いいね、お願いします。ありがとうございます。そして、すいません、あのお隣に本格派のバスガイドの方がいらっしゃるんですけど、マイク持つとまさにその感じが。お願いします。あ、はい、はい、高校1年生16歳ピックスミックスのトワコです。よろしくお願いします。じゃあヒルタさんと学年は一緒。そうなんですよ。同い年です。同い年。はい、同い年じゃなくねえか。さっきのいろんな人によく言われるんですよ。何を。なんかアイリちゃんってなんか誰と比べても絶対子供に見えるねとかよく言われるんですけど、大丈夫ですかね。え、今一つも話がつながっていません。あ、ごめんなさい、やっぱり日本語が下手でした。ちょっと静かにしてます。いや、大丈夫です。別に、これ静かにしちゃいけないイベントはどっちかというと。そうなんですか。喋りまくった方がいいんだけど。ちょっと、はい、日本語やっぱ下手でした、ごめんなさい。そうね、あの、トワコちゃんはなんかすごい、それこそバスガイド的な感じもありますけど、ちゃんと喋ってくれそう感ない？大丈夫？私あれですよ、うんうん、あのグループとかでいても全く喋れないし、うん、あの昨日も取材だったんですけど。お、そう、何の取材だったの？あれ言っていいのか分かんないんですけど、このこっち側は1ミリも大丈夫ですけど、あのもし取り調べを受けてるのは東京地検とかだったら言わない。あの、あ、じゃあ、あの、ある取材だったんですけど。ある取材、はい、わかりました。あの私が喋らなすぎて、もう取材の人が困っちゃうぐらい喋れないです。そうなの。どんな質問されてたの？え、なんか頑張りたいこととかなんですかって。あの、ごめん、それ頑張りたくないっていう理由で。いや、違うんですけど。いや、なんかもっと喋れる子が他にいっぱいいるから全部言われちゃったから、うん、もうないってな。もうない。いや、いいの、同じこと言ってもいいのよ、取材って。あ、本当ですか。全然大丈夫。じゃあ今度はそうします。で、あとね、今隣ね、ヒルタさんがで一番わ、はい、年齢もっと若く見られていったじゃない。はい、もう全然トワコちゃんもっと若く見えない。お、じゃあ私の方が大人に見えますか。そういうことじゃない。、うん、それはそう、まあ、いや、ちょっと見えるんだけど、見えるんだけど、はい、トワコちゃんはどう思いますかっていう感じ。ん。私から見て
と思います。俺すごい簡単な日本語でCan you speak Japanese? No? English? No? 英語の方がわからないいや、それはね、だろうと思っていました。はい、だろうと思ってたんですね。勉強がちょっと苦手です。勉強がちょっと苦手、はい、で、じゃあ質始める質問に戻ると、はい、大人にどう、自分よりも、うん、あの、こう年下に見える、どう？いや、私的に大人に見えます。大人に見える？え、なんか私よりちゃんとしてるえ、やったやったやった、本日恐ろしいペアが並んでいるすごいですね、じゃあ、あの、ともかちゃん、オーダーを、はい、じゃあ、ジュースがオレンジジュースで、食べ物はアップルパイでお願いします。わあ、すごい子供連れてファミレス来た気持ちいいよ、いいよ、食べたいもの食べてください。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、そして、最後お願いいたします。はい、ラストアイドルの真島若菜です。よろしくお願いします。いや、テレビで見た人だでも、もう、あの、前説で言ってくださったことが、はいはい、心に染みすぎて、どういう、やっぱりそうなの？いや、本当に、あの、私もそのアイドルに無理させるの本当に嫌いなんですよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。だから本当にこのコンセプトが好きすぎて、速攻オファーをもう OK しました。OK、はい、はい。私も甘やかされたーい。そうなんです。今日は甘やかしてください。お願いします。すごいよね、はい、多分ラストアイドルの現場で前2人の話聞いた瞬間にはぁみたいなことをなんかプロデューサーに立たされてお前よ聞かされたりする感じじゃない？え、どういうことですか、ね、いやでもこんな、あの、こんなって言っちゃった今あのお二人の、ここまでのお二人のゆるゆる感がゆるゆるだったじゃないですか、はい、でも幸せです。あ、こういうの幸せ、もう私が求めてるのはこれ。あ、そうなの？本当に本当にそうです。いや、なんか、あれなんです、アメとムチだったらいいと思うんですよ。あの、ああいうね、なんか、やーみたいなのも、その、1年に1回とかあったら、その、なんか、気が引き締まると思うんですけども、ずっとなんですよ。ずっと、ずっと、ずっとなんです。ずっと、で、やっとバラエティになったと思って、もうなんか、ビンタしろとか言われるんですよ、私。すごい、もう本当に。だから、ダンスレッスン歩け、そしてビンタみたいな感じで。そうなんですよ。大変ですね。ほんと、なんで、もう、はい、やっと、もうアイドル2年半ぐらいやって、やっとです。うん、求めてたもの。なんか入学する先を間違えたみたいなところないですか？あ、ええ、すっごいアイドル活動自体は楽しいんですけど、うん、あの、ちょっとね、うん、あの、危うい雰囲気も漂ってるなってだけで、基本は、あの、基本ベースは楽しいです。基本ベースは楽しい。はい、基本ベースは楽しいです。たまにトゲトゲしくないやつがたまに味わえるのが重要。そうですね。あの、やっぱ歌える時とか、はい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 、こういう場面とかはすごい楽しいです。じゃあ今日、なんとですね、今日のお仕事、飲食がついてるんですよ。あ、もう最高。最高。最高です。じゃあ、あの、飲食のオーダーをお願いしてもよろしいですか？はい、はい、あ、ごめんなさい、ありがとうございますドリンクは、飲むヨーグルトで、フードは、うん、チーズ3種類盛り合わせでお願いします。本当は一杯やりたい感じがすごい出てますけど、あ、19歳なんで飲めないです。あ、まだダメ。そうね、まだダメなんです。19歳にしてはやっぱりなんて言うんでしょうね、あの、あ、たくさんの苦労を味わっていらっしゃったんですよ雰囲気がちょっと今出ちゃってた。でもよく言われます、やっぱり苦労してるもんな、体育館で、体育館でね、でっかい声出すのとか辛いよね、見てる辛かったです見て、逆に見ちゃったんだけどね、逆にね、辛い、かわいそうと思ってずっと見たらこんな人だと思わなかったですねいや、いい感じ、はい、じゃあ、よろしくお願いします。さっきも初対面なんですよ、全員初対面なんですよね。こことここは会ったことあるみたいなこともないです。ない、あ、あります、あります、あります、あるの、あります。どんな感じ、誰と誰が、よく、あ、LINE 持ってます、 LINE 持ってます。初対面どこじゃないじゃん、はい、お互いに、はい、それは、あの、ひるたさんとポエマーってどんな会話になるんですか基本ふわ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 てるスタンプ、スタンプペッペってやってます。あ、スタンプがペッペって送られてるんだ、はい、あー、日本語に訳せないやつだねそうか、あの、今日困ったらなんかスタンプ書いてもらっても大丈夫ですからスタンプ、あの、絵心もなくて、そっか、はい、大変だな。そうなんです、ね、うん、大丈夫、今日は何も怖いことは起きないはずですから怖いことが起きるとしたら佐竹さんが女子が好きすぎるっていう気持ち悪いでもなんかもうすで、はい、に楽屋でめちゃめちゃ、だるがらみしましたなんかそうなんですよ。で、初対面の多い時の楽屋ってびっくりするぐらい静かな時あるんですよ、誰も何も喋らないみたいな、
時があるんですけど、今日はなんかあれなんかポロポロと普通の会話がなされているなと思ったんですけど、これはもう佐竹さんが結構私から、はい、あのライブ行きたいとか言ったりとか、ほうほうほう、なんか会いたかったんですって言ったりとか全員に全員にライブ行きたい、会いたかったいや、あのまあそれぞれの方には違う言葉を言ったんですけど、うん、まあ、あい、なんかライブ行きたいって言って、うん、かわいいってなって、うんうん、あの前 TIFF とかで写真撮った、はい、撮ったことがあるので、うんうん、その話して、うんうん、なんか今日あの会うって言って調べてきたんですよ、曲とか聴いてきたので。二時間の？あ、違う、あのピックス、ピックスミックス、はい、おそれでその曲が良かったっていうのを言って、おあの真島さんにはあの LINE 交換しようって言いましたなんで真島さんにだけいきなりすげえ いや、でも交換しました。いいんですけど、なんかお互いに何らか似た空気を感じるのかもしれませんけどなんか、ね、でも交換したかったんです。あ、そうなんですか。幸せです。何かで知ってたんですか、それは。え、もうファンです。あ、そうなの。はい、ライブもよく行ってくれるんですよ。あ、そうなんだ。はい、それ佐々木舞香推しらしいです言わないでください。大丈夫、そこで。いや、あの、佐々木さんのことも大好きですはい、みんな大好きです。でも、あの、伝えときますね一応ね、あのこれね、あのこう信頼できるオタクは譲るのは二押しまでですから一押しを譲るオタクは信頼にならないですからということで大丈夫です、今日は。ただ今ので分かったか、もしくはより疑惑が深まったかどっちか分かんないですけど、佐竹さんちょっとキモいレベルで女子アイドル好きですよね。好きです、ね、あの本当に何だろう、細胞レベルで好きです。細胞レベルで好き。なんか最近おかしいんですよ、あの道端で歩いてる可愛い女の子とか見るだけで、なんか顔がほてるんですよえ、あのさ、前世すげえ辛い死に方とかしたのかないや、わかんないんですけど、なんか最近ちょっと悪化してて、悪化してて、自分でも感じる、感じます。でもだったらイコラブ大変じゃないですか。え、本当にいなきゃいけないわけでしょ、ずっとアイドルの中に。いや、もう、うん、あの顔面国宝の集まりなんですよ。顔面国宝の集まりあのイコラブが、はい、なので、あの囲まれて、なんかたまに過呼吸っていうか、なんかなんか呼吸の仕方が分かんなくなっちゃってあ、でもあ、こっちから来たんで、あ、こっちで息を吸おうと思って、こっちも顔面国宝が来るみたいな。なんかどこもかしこもいるんですよ、可愛い顔がアイドルグループですもんね、どこ見てもいるどこ見てもいるんですよ、でも死んじゃうじゃないですか、呼吸しないと。はい、でも、なんか考えを変えました。呼吸をするんじゃなくて、あのみんなが排出した二酸化炭素を吸ってエコだねエコエコです。すごい、もうすごい一人でエコロジーが回っている、はい、光合成してます、光合成してる、はい、光合成をしているということは、どっかに 緑葉体がありますか。あります。もう今でもそれ植物に進化し始めてる。はい、すごいな。あの女の子を見守る、あの 木になる。女の子を見守る木になる、はい、これ俺来年のカレンダーにしたい。あ、本当ですか。ぜひ。素晴らしいねいやちょっとこんなこの話にあの乾杯前からなると思わなかったですよちょっと俺もう今年出会った名言の一つですよ、もうねじゃ あの皆様も女の子を見守る気になる用意はよろしいですか、ね、じゃ あの乾杯してからこのイベントを始めさせていただきたいと思います。じゃあ、みんなで今日もお仕事お疲れ様でした。乾杯乾杯。いや、もう今の話を聞いて、あの鈴懸さんは一瞬佐竹さんとあのこう乾杯してもいいのかっていう気持ちになったりは。いや、でもすごい嬉しいです。私もアイドル大好きなんで。あ、そうなの、はい、あら、すごい嬉しいです。でもちょっとなんか路線ちょっと違いそうな気がしますけどね。あ、お互いこれ今日のメンバーとか気にせずに今、はい、あの行きたい現場とか推したいアイドルとは誰なんですか。え、私あのハロープロジェクトさんなんで。あ、なるほど。大好きなんで、おうおう、ちょっとビヨンズさんの現場行ってみたい。ビヨンズいいよね。そうですね、本当にビヨンズ、僕もまだ映像しか、あ、ハロコンで一回見たことありますけど。あ、そうなんですね。あ、私もちょっとコンサートで一回見たことあるんですけど、気になっちゃって。おう、すごい見てる。アルバムむちゃくちゃ良かったですもんね。そうなんですよ、ちょっと気になりますね、今注目。あ、いや、ちょっとなんだ、なんと佐々木さんに比べると話しやすいな。あ、本当ですかオタクとして。え、ちょっと、どういうことですか。いや、いや、ね、あの佐々木さんはなんて言うんだろう、こっちからすると、ん、今日 のお加減いかがですかって気持ちになる。あ、ね、あの病、そう、そう、どちらかというと、どちらかというと、あの、あ、そうですね、ちょっとカルテ確認しますねっていう気持ちになるんですけど、すいません。佐々木さんは友達、あの結構なんか原所行くみたいな、あ、これ週末チャオベラのイベントだったらしいよみたいな、そういうのを言える感じですけどね、ライトな感じの、ライトな感じの、ライトなんで、
じゃあちょっとこれで言うと、あのみゆちゃんは、はい、どうですか、アイドル好きだったりする？めっちゃ好きです。めっちゃ好き。はい。お、どんどんな。あ、でもアイドル可愛い子が基本好きで、うん、みんなそう。あ、本当ですか。でもチェルシー結構アーティストと共演とか、ね、バンドの方と共演とか、うん、あのいろんなライブに出させてもらうんですよ、うん、でもアイドルの出演できるライブに出たらもう心がウキウキする。おー、なんか控え室からみんなトークが可愛いんですよ、うんうんうん、なんか今日は学校で何々があったとか、うん、もう可愛いな思いながら聞いてます。普段はみゆちゃんはちょっと年上の人とお姉さんと一緒だから、そう、もっと出てくる話も殺伐としてるわけですか。そういう会話はないかも。そういう会話ない。結構ね、あ、うん、どんな会モノマネとか。それむしろ小学生じゃないですか。モノマネとかなんか、そう、あのこれでこの曲でちょっと変なダンス踊ってみてとか、本当にそういう会話なんですよ。すいませんが、あのチェルシーって所属が、はい、あのこう、ま、松竹芸能とかそういう違う、ダンスボーカルなんですけど。ダンスボーカルグループ。そう、でも、はい、アイドルの現場好きです。アイドルの現場好き。あ、じゃあ今日周りを見回すと結構豊かな気持ちになります。そう、なんかもう今日は恥ずかしくて見れなくて、え、こんなキラキラしてる人の隣に並んでるやんって感じ。そう、すごい今日は楽しみでした。今日じゃあ、でもただね、今その位置だと右見るか左見るかで、うん、結構印象違いそうな気がするんですよ。そうですね。どう右見るとちょっと貫禄がある感じ。貫禄わかる、わかる。なんか自分の世界があるよね、この二人はね。そう、素敵やけどね、うん、素敵。そうで、左見るともうなんか見れない、うん、私が見ちゃあかんって感じ。あ、天使がいるぞみたいな。天使がいる、天使がいる。あー、その中に、あの、私は入ってるのって顔で松島さんがこっちを見てるんですけど、うん、どうなんですかね。あ、ここまで。なんとなく差し合わせてました。結構厳密だね。厳密でしたね。なんかテーブルも分かれてますね。そう、分かれてるから、うん、ここまで。わかりました。うん、むしろ楽になってるみたいだから、よしとしましょう。よかった、うん。じゃあここから、本当に初対面の人というか、そうするとお客さんもきっと初めてご覧になる方がほとんどだと思うので、あの皆さんに、こんな企画に、チャレンジしていただきたいと思います。渋谷ロフト9アイドルクラブ1周年記念プロフィール紹介&アンケートトークスペシャル。イエーイ。まあ、言ってしまうと、このあのイベント、この企画以外やったことないんですけど、それやってるだけであっという間に時間が過ぎちゃうというやつなんですけど、皆さんにまず基本的なホームページとか見たら載ってそうなプロフィールと、あとこれは多分なんか公式のそういうのがあんま出てないんじゃないかなっていう、自分しか知らないようなちょい足しプロフィールの、まあ、2枚を書いていただいてますので、まずは基本プロフィールから見せていただきたいと。で、あと、あの一応手元にツッコミカードありますよね。ツッコミカード、あ、ごめんなさい、ツッコミカードがあって、他の人ので、いやいや、ちょっとそれ気になると言った時に、あの蛭田さんとか、ほら日本語苦手じゃない、はい。なんでうまいタイミングで入るの難しいなと思ったら、これを見せていただければ、蛭田さんどうしたのっていうふうに、うん、もしくはあのおかわりのポテトクラブ欲しいというか、これでも構いませんから。何でもいいので、はい、あの上げてくださいね。はい、はい、じゃあ順番も回ってきますから、はい、はい、じゃあまず一番初めは佐竹さんから。はい、はい、お願いします。はい、はい、名前は佐竹のんのです、うん、ニックネームはのんのです、うん、出身本名じゃないんですか、それは。本名がもう完全に名前ままですよね。はい、ニックネーム、ニックネームなんか、うん、のんちゃんとかにしようとしたんですけど、うん、なんかそんな感じでもないなって思って、自分がのんちゃんって感じっていうのは、例えばどんな人だったらのんちゃんなんですか。キアラちゃんとか、キアラちゃん、あのナータンとか、あの年が若かったら、はい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 、なんかのんちゃんとか言っても、うんうん、あ、かわいいねってなるけど、うんうん、私がなんかのんちゃんとかなったら、なんかお前なんか若作りしてんなよみたいななりそうかなと。今その話まで途中で全然いいんですけど、その途中なんですけど、向こうで真島さんが何らかトラブルを抱えてるみたいな。真島さん、あの今タワコちゃんと何やってたの？あれ、ごめん、今ご機嫌を害しましたか私。ええ、思いのほかちゃんとモッツァレラしてて、おーおー、びっくりしてたよね。びっくりしてた。それで、あのタワコちゃんは、あのそれを真島さんにも食べてもらいたかった、うん、そうなんだよね、うん、やべえ、最強の人がそこにいる。いい今日最強のプレイヤーがそこにいるぞ、これは。あ、すみません、はい、佐竹さんと話途中でしたけど、はい、まあ、それでのんのと
はい、そのまま、そのままでいいだろうと、はい、はい、ってなりました。はいはい、そして出身地が群馬県です。生、うん、年月日は1998年の11月6日で21歳です。うんうんうん、血液型は A 型で、うん、趣味はゆり漫画とかゆりアニメを見ることです。これさ、公式で訴えちゃうと出禁になるとこありませんか。はい、あ、なのでここでは、うん、こういう趣味、ここだけ公式では出てないんだ、これ。あの普段は、うんうん、あの映画鑑賞とかですけど、うん、あの今は、うん、あのゆりですね。ゆりか。今おすすめのゆりものは何かですか。でも、ね、あのやっぱ推しぶどうが今やってるじゃないですか。推しぶどう、あ、実写の人がここにいる。え、実写ですか。あ、エリピオです。そう、エリピオ側でしょ。あ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい。え、自分でチャムジャム側だと思ってました。思ってないです、ええ、申し訳ないですけど、かなりエリピオ側を感じますよね。で、なんか、はい、あの泣いちゃうんですよね、やっぱあのアニメを見ると。なんか、どっちの気持ちも分かって、あのアイドル側の気持ちも分かるし、あのオタクの気持ちも分かるので泣いちゃうんですけど、でもなんか、まあ私がその推しぶどうで好きなのが、あのマキちゃんとゆめりちゃん、あ、うんうん、はいはい、付き合ってるじゃないですか、はいはいはい、その二人の関係がもうなんか神オブ神、神オブ神、あの言いたいんですけど、あのマキちゃんのカラーが赤、黄色じゃないですか。だったっけ、そんな細かく設定覚えてるほど読み込んでないんですけど。で、ゆめりちゃんが紫なんですよ。で、私は気づいてしまったんです。目の色、二人の目の色が、まきちゃんの目の色が紫で、ゆめりちゃんの目が黄色なんですよ。すごいね。そこまでって、やばくないかと。多分こう、平尾アウリ先生ってね、作家さんですよね。はい、で、僕はあの見るからに、あ、この人絶対本物のやばい人だって思いながら読んでるんですけど、褒め言葉ですよ、クリエイターに対しては。本当にやばい人だって。なんか同レベルの人の感じがしますね、もう今や。なんかでもそういう人になりたいんですよ、私は。え、あの今までの話をまとめて要約すると、佐竹さんはアイドルとしてアイドルのままアイドルと付き合いたいことになっちゃうんですけど、はい、この、 あの解釈は、もしかして白日のもとにさらすとやばいやつ。やばいですね。やばい、趣味は映画鑑賞です。はい、趣味は映画鑑賞。はい、これあともう一個特技が。特技は縄跳び。なんでそこで落ち着いて大丈夫な感じのこと。大丈夫な、大丈夫な感じのこと。あ、はい、あ、じゃあこれは真島さんが意外に見てこういうポーズになるんですね、これね。うん、あ、いい、いける。今こんな楽しかった。あ、いいと思います。いいと思います。はい、あ、付き合える。全然。あ、付き合える。うん、いいと思います。色めくな。え、ワンチャンあります。すごいな、イコラブとラストアイドルが付き合ってますって言われたらどうするんだろう。ちょっとねえ、はい、いやーすごいな。ちょい足しですよね。はい、はい、じゃあちょい足しプロフィール行ってみたいと思います。はい、もう皆さん食べた人が偉いですからね。みゆちゃんとかすごい丁寧にやろうとしてくれてますけど、もう本当普通にこのイベント食べてる人が偉いぐらいのイベントですから。はい、いただきますか。はい、バンバン食べていただきたいと思います。じゃあどうぞどうぞ。はい、はい、でも同じような内容になっちゃうんですけども、はい、ちょい足しプロフィールは、うん、イコラブ TO です。私はそうでしょうね。はい、中の人ですからね。はい、あの詳細はメンバーのことを誰よりも愛している自信があります。顔面国宝に囲まれて生きれていることが幸せです。はい、すごいね。確かにもう徳の高いお坊さんの言うことだもんね。これね。はい、そしてもう一個が、可愛い女の子のちょっと汚いところが好きっていう。これはちょっと説明が欲しい。あの普段は汗とかかいてないじゃないですか。あの綺麗なんですよ、皆さん。でもそういう女の子がライブ後に汗をかいてるだとか、まあライブじゃなくてもまあ普通に夏に汗かいてるとかいう、そのちょっと普段見せない、あの俺しか見えてないんじゃないかっていう、そのなんで俺なのにちょっとっていうところがちょっと可愛いなって。可愛いなって。これは今鈴鹿さんがめっちゃびっくりした顔で見てる。そんなことないですよ。私もわかります。え、本当に、はい、え、でも本当かわいい。なんかさっきもあの楽屋でなんか話しててソファーに座ってたんですよ、隣に。あ、まあそうですよね。でかわいすぎて思わずかわいいって言っちゃって、うん、なんか出ちゃう、口から。なんか言っちゃダメなのに言っちゃったんですよ。え、何言っちゃダメって。なんか本性を晒したら嫌われちゃうから思って、はあ、でも可愛いと思って言っちゃった。でもなんかさっきのプロフィールとか全部聞いててすごい気が合いそうだし好きだなって思いました。
ワンチャンあります？なんと。ワンチャンちょっとあります。嬉しい。それつーちゃん確保しました今日。確保しました。ちょっと確保しました。そっか。はい、でそういうとこ来た時に引くというよりはむしろよりあって思うっていう。なんか、うん、あの靴の匂いとか嗅いじゃうんですよ、ね。なんか許可なしで。許可か。許可があれば許せる気はましますけど。なんかあのレッスンが終わった後の靴とかを、はいはいはい、うん、こっそり嗅いでます。一つだけ、今日ここにいらっしゃってる方がそれをやった場合はほぼほぼ犯罪なんですよ。こちらにいらっしゃってる方々がやった場合は。ただアイドル内でやってる場合は、まあ、お互いのコンディション気にしてんのかなぐらいの気がしないでもない。そういうことにして嗅ぎます、うん、そうですよね。なので偽装の犯罪ってことですよね。偽装犯罪ですよね。でも、うん、なんかその嗅ぐことによって、うん、なんか自分しか知らないイオリが見れるっていう。野口さん、野口さん、嗅がれてますよ。はい、はい、すいません。ただ、まあ、野口さん側がまた嗅がれて気にしなそうなタイプですけどね。いやでも気にしますよ、意外と。そうそうそう、だからこっそり嗅いでます。だから、あのなんか許可取ったんですよ、一応嗅いでいいって。おー、そしたら嫌だって言われて、おーおー、絶対嫌だって言われたからこっそり、こっそり。すごいね、なんか二択でさ、大丈夫か大丈夫じゃない方かで言うと 100% 大丈夫じゃない方の答えが出てくるね。はい、あ、じゃあもうそれで今これもうこれで言ったらメンバーにバレちゃうじゃないですか。多分見てないですよ、メンバー。あ、これは見てないか。じゃあ今度もう一個の質問、疑問があって、はい、立場を変えると、あの佐竹さんアイドルですよね。はい、ね、そうです。アイドルで、じゃあ例えばこれ例に出していいのか分かんないですけど、じゃあ鈴懸さん、はい、あのどうでしょう、あのアイドルの靴の匂いとかお好きですか。あ、ちょっと靴の匂いは、でもロマンが詰まってるんだよ。ロマンが詰まってるアイドルの靴には。はい、分からないではない。あ、じゃあ、すみません、3人ともして真島さんに聞きたいんですけど、真島さん、なんかアイドル、佐竹さんの靴の匂い、あ、靴あるなと思ったら嗅ぎたいですか。嗅ぎませんね。嗅ぎません。あ、じゃあ嗅ぎませんけど、はい、役だったらあのその辛いこと今までに超えてきてますよね、いっぱいね。あ、そうですね。嗅がない と、次の収録出られないぞと。嗅ぎませんね。嗅ぎますか。無理やり、うん、でじゃあ嗅がれてるとしたらどうなんですか。でも全然嬉しいですね。嗅がれたい。嗅がれたい、たいではないですけど、うん、そんな嗅ぎたいぐらい好きなんだと思ったら、うん、なんか愛おしく思います。あ、ちょっと分からんでもないですけど、はい、蛭田さんが1ミリも分かりたくないっていうのは。いや、あの写真なら撮るけど匂いは嗅がない。あ、全然話違う。いいな、ここまですごいな。なんか分かんないけど野球のボール投げたのにバスケットボール返ってくるみたいな。こんなキャッチボールあったみたいな。びっくり感。はい、でもとりあえず、まあまあ、もう大体なんとなく知ってましたけど、はい、掘り下げてみると、いやちょっと本当になんかあのすぐに通報できる番号だけ覚えておこうっていう気持ちにはなりました。でも、やっぱイコラブに入って本当に良かったなって思って。でも逆に要はイコラブの運営の人は本当に入れといて大丈夫なのかなって思ってるかもしれないですよ。なんか開花しました、うん、何かが。あ、よりそっか。なんか、ユリとかあんま興味なかったんですよ。へえ。なんかもともと普通に可愛い女の子は好きだけど、うん、別にユリとかは触れてなかったんですけど、うん、なんかイコラブに入ってからすごい世界が広がってしまって、うん、パツーンっていう風に言って、はい、でなおかつそのパツンといったものを受け止めてくれる顔面国宝が周りに。愛するね、それは。なんかもう女の子がいたらもうユリなんで、そこは。すいません、すいません、食通がいるんですけど。そうか、はい、なんか今日も、おうおう、なんか別にあのイチャイチャとかしてなくていいんですよ。もうそこにいるだけでもうユリ、うん、なんかもうこの光景がもうユリ、うん、この5人並んでくれてるのが、がもうユリで、でね、あのこう優しく微笑んでくれているタイプの人もいれば、ちょっと分かんねえなって顔で冷たい感じの人もいる。最高、最高。なんか冷たくされたいので。それもちょっと若干分かりますけど。分かりますか。まずい、いかん、これ分かってる場合ではない。じゃあちょっとすみません、ちょっとあのこう、はい、鈴懸さんに変わってもいいですか。知りたいでしょ、他の人のプロフィール。知りたいです。知りたいでしょ。じゃあ鈴懸さんに移りましょう。はい、お願いします。はい、もうツッコミ棒だらけだったんだけど、誰もあげなかったね、ツッコミ棒。だよな、使い方がまだちょっと。あ、いいっすよ、好きに使ってください、好きに使ってください。はい、じゃあどうぞ。じゃん、はい、基本プロフィールからいきたいと思います。はい、鈴懸凛です。あだ名は凛ちゃんです。
で出身地は大阪府です。あ、関西人なの？はい、関西人です。家では関西弁で喋っています。へで、生年月日が1999年の7月7日生まれの20歳です、うん。で血液型が O 型で、趣味が、初夏女アイドル探しと、んんん、初夏女アイドル、はい、うん、初夏女アイドル、ショートカットの、あ、はい、女の子のアイドル探しと、絵と携帯ゲームと美味しいものを食べることです。で、特技が即興五七五と胸キュンポエムとマイナスイオンボイスです。おお、特技に全ての特徴が集まっているかな。すごいな。はい。即興の五七五、いろんなことを五七五で言い表せる。そうですね。だからこれ五七五にしてとか言われたら今できるの。はい。じゃあ佐竹さんのここまでの感想について五七五。そうですね。五七五だとさ、なんかこうなんか丸くするのが難しそうだよね。もうストレートな感想を述べるほかなさそうな感じがするんですけど。難しいですね。今まで結構ストレートに出てきたんですけど、今までの中で一番難しいかも。今まで一度も見たことがないものを見てるからな。そうなんですかね。あ、じゃあ分かりました。はい、じゃあ、向かってやりますね。お、向かってやる。無理無理。え、何これ、釣りイベントなの？ああ、はい、いきます。大好きな君と一緒に I love you。 合ってたのかな、これ正解ですか。はがしの方お越しいただいてもよろしいですか。うん、始まった、はい、始まった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 。ちょっとこれからかなりジュエルネージュ見ないといけない感じ。かわいい、うん。ちょっとイベントがどん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 濃度が濃くなってるので、はい、すごい入り口っぽい話していいですか。はい、みゆちゃんも関西ですよね、多分ね。はい、関西です。後で紹介してもらいたいと思いますが、出身どちらですか。出身は大阪の高槻市です。あ、じゃあ言葉近いんじゃないですか。そうですね、私豊中出身なので、ね、近いと思います。そうなの。え、じゃあなんかこう、地元にまつわる話、うん、じゃあ大阪帰ってお互い何するかっていうのは、お互いが大阪弁同士だと意外といけたりするじゃないですか。あ、で自分だと多分鈴鹿さんこっちにいると、はい、関東の言葉になっちゃう感じでしょ。そうですね、私7歳まで大阪に住んでて、うんうん、ほとんど東京に染まりつつあるので。あ、そうなの。はい、そうですね。お家の方は関西の方。関西の方です。関西出身ね。そうです。はい、どう喋ってみ、あ、そういうこと。じゃあ美羽ちゃんは何歳までいたの。私は高校生までいました。あ、みたいのを僕らを経由しないで2人だけで喋ってもらうと変わるかな。あ、どうだろう。そうね、うん、そうね。え、年末は関西帰った。あれ、普通だな。あ、違うか。あ、そう、関西弁なんのかなと思ったんですけど。年末は関西いっぱい帰った。帰ってへん。帰ってへんか。帰ってほしいな。帰ってほしい。大阪帰ったら何食べるん。やっぱりたこ焼きかな。わかる。大阪弁という問題ではなくて、コミュニケーションそのものの問題なのかな。でもね、関西あれでしょ、関西の人だとたこ焼きのこだわりとかそれぞれあるでしょ。こうじゃない。ありますね。見たいの。なんか美味しいお店とかをよく聞かれるんですけど、うん、こう家でやるもんなんですよ、たこ焼きは。そうなんですね。わかります。わかりますだったね。わかり合えた。そう、だから家でやるもんやから、だいたい大阪の人あんまり美味しいたこ焼き屋さんを知らないんじゃないかな。知らないです、全然。お家に一家に一台たこ焼き器が絶対に。そう、絶対あるから。うちはそう、大阪はあるので。関西的に、はい、例えばその関西弁で鈴掛さんの、はい、お家のこだわりはどんなだったんですか。うちは、うちのたこ焼きは絶対、あ、多分みーちゃんの方がいいんじゃない、受けるの。あ、そう、そう、うちのたこ焼きは絶対タレつけへんねん。あ、わからん。わからん。それは初めて聞いたけど。タレ、タレはつけるで。タレつけへんねん。あ、そうなんや。そのまま食べんねん。え、わからん。タレってソースのこと。そうですね、ソース、うん、はい、ソース。あ、多分大体ついてるようなイメージが関東人としてはありますけど、うん、もうそのまま作ってそのままの味を楽しむっていうのが。え、うちのそれって例えば小麦粉を焼いただけの食べ物が出来上がりません。違います、全然。もうタコの味とか生地の味とかを味わうのがうち流です。うち流、はい。でもソースはつけちゃうとソース味になっちゃうからなし。そうです、そうです、なしです。え、みえちゃんはそうじゃないんだ。いや、違いますね、うん。
でもうちは結構チーズとか明太子とか好きなもの入れて、で、あの明石焼きが好きなんですよ。あ、私の明石焼きと普通のたこ焼きの違いがあんまり分かってない。明石焼きはだしで食べるんですけど、それをあったかいだしにつけて冷たいソースをつけて食べるっていうのがうち流です。それは、はい、それはそれで珍しいんじゃない、ひょっとして。そうですかね。なんとなくだしつけて食べたものは確かに記憶があって、あれが明石焼きなんだと思うんですけど、両方ってあんまり両方つけると美味しいっていう、なんか兵庫の食べ方なのかな、兵庫県の方。いや、そんなに都合よくいないか、いますかね。まあ、いていただいてもいいんですけどね、もちろんね、はい、うん、でもちょっと、まあ、関西人、はい、で、五七五はあの漢字、はい、胸キュンポエムは、まあ、さっきちょっと聞きましたよね、はい、うん、あとマイナス4ボイス、はい、あ、そうです、ね、確かにすごいこう熱、いわゆる最近流行りですけど熱っていう言葉がいろんなとこで熱、うん、あのこう圧力の圧、圧、ね、分かりやすく言うとももクロの佐々木さんとかが圧がむちゃくちゃ強い感じなんですよね。なるほど、はい、もうどっちかというともうふわっとしてる方ですよね、はい、受け止める方ね、受け止める側ですね。そうですね、だから佐竹さんも受け止めきれてた、受け止めきれてます、受け止めきれてたって、かわいすぎて、うん、他のことを言いなさい他のことを言いなさい。なんか私、うん、やっぱ好きです、うん、あのさ、あの特典会でそれ言われても言うことないのよくご存知でしょ、あなたもアイドルとして。でも、うん、やっぱ伝えときたい、うん、伝えときたい、うん、やっぱ好きはっていうオタクの気持ちもわかる。なんかやっぱりなんだかんだ好きって言葉が一番ストレートだから、あ、まあそうね、好きです、ありがとうございます、はい、でこれで受け入れてくれると、はい、じゃあ、鈴木さん、ちょい足しプロフィールいただいてもいいですか。ちょい足しプロフィールは、はいはい、こちら、じゃん。休みの日は、だいたい12時間睡眠。寝てそう確かに、はい、で、ストップと言われるまで永遠に側転ができる、です。結構、2つとも気になるな。本当ですか。まず、12時間睡眠って、途中で目覚めたりはしないんですか。あ、しないんですよ、それが、うん、そうなんです。だからなんか休みの日の前日に寝に入るじゃないですか、うん、で朝起きた、朝じゃないな、起きたら、うん、なんか7時とかいう時があって、で朝だと思ったら夜の7時。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、寝てる時間も結構夜更かししてたのそれ。まあ帰ってお仕事が夜遅くまであったりして12時過ぎとかに寝て、うん、7時とかだった時もあります。16時間ぐらい寝てる、ね、そうです、そうです、本当にそんな時もあります。へえ、でもなんだろう、もう周りね、ご家族とかと住んでた、今どうかってでも聞きませんけど、はい、どっちでもいいんですけど、はい、一緒に住んでる人からすると死んだかと思わないそれ。なんか一回ガラって開けるらしいんですけど、あ、寝てるなと思って閉めてくれるらしいです。あ、でも一応生存は確認されてるんだ。そうです、そうです。でもそういうどっちかっていうとこの、ね、ふんわりタイプなのに、はい、側転って結構アクロバティックじゃない。そうです ね、意外と動きます。運動神経は、運動神経いいと思います。あ、そうなんだ、はい、でもさ、無限に側転をしようと思ったのはなぜなの。なんか、私事務所の公式ホームページのプロフィールに、うん、特技が側転って書いてあるんですけど、うんうん、で小学生の時に体育館で自分ってどれぐらい側転ができるんだろうと、小学生の時に、そうです、思って体育館で一人でしてたんですよ。ごめんごめん、小学校の時って友達とかいなかったの、はい、います、います、友達はいたんですけど、うん、ちょっと気になっちゃってやったら、うんうん、37回ぐらいできて、あ、これ止められなかったらずっとできるなと。あ、それ止められたんだそれ。そうですね、友達が途中で来て、うんうん、ちょっとそろそろ休憩時間終わりよ。あ、じゃあまだ試し切ったことないんだ。そうですね、だからちょっと一回試してみたい。でもね、なんか側転のしすぎて肘を疲労骨折しましたって言われてもこっちもね、確かにびっくりしちゃうけど、でもとりあえずかなりできるぞと。できます、側転は得意です。いや、すみません佐竹さん、なんで突然平成を装ったんですか今。こういうの好きでしょう。なんかさすがにちょっと嫌われるかなって。もう同じですよ、もう一番、うん、なんか、ここから先はなんかずっと喋ってる時に見ちゃって顔、うん、でもなんか冷静に考えたら、うん、自分がされたら嫌かもって思って、うん、でもずっと見られたら、でもそういう風な気持ちで見られない、あ、ずっと見てるんだとしたら、それはそれで愛おしいんじゃないですか、さっきの言い方で言うと。あ、そっか、うん、愛おしいですか。愛おしいです。え、へーじゃねえよ。なんかもうスペイベですね今日は。スペイベ、はい、スペシャルイベント、はい、すごい、大丈夫ですか、みゆちゃん、普段の現場とあまりにも違うことが起きている気がするんですけど。いや、楽しいです。楽しい、大丈夫、はい、はい、そっか。
か。じゃあ、続いて、あ、つづけさんありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。続いてみゆちゃんのプロフィール見せてもらってもいいですか。はい、じゃん。はい、はい、名前みゆです、うんうん、出身地は大阪で、うんうん、生年月日1998年8月27日生まれ、うん、21歳、うん、で血液型は B 型、うん、で趣味は猫カフェとジムトレーニング、うん、で特技はけん玉と即興ダンスです。すごい一箇所もアイドルとしてどこに出しても恥ずかしくないプロフィール本当ですか。うん、もうなんかもう不安にならない、いやでも一つポイントで、はい、不安にならない代わりにあって思っちゃうのが、はい、すげえスタイルいいんですよ、はい、で、写真集出してますもんね。そうですね、ね、はい、出させていただいて。そうなんです。皆さんのおかげです。グラビアの写真集とか出していらっしゃって、はい、お仕事したことあったんでスパの人からなぜか俺コメントを頼まれるっていうのがあって、うん、ありがとうございました。いえですんで、ただね、こうオタクの一つこういう分かってくれる人いると思うんですけど、写真集を見たことのあるアイドルと会うときに無駄に緊張する。なんでですか。わかります。ステージパフォーマンスとか大丈夫なんですけど、水着写真集出してる方にはなんか直接近づいちゃいけない気持ちになるじゃないですか。さっきもあんまり目を合わせてくれなくて。いやいや、それはもうなんか佐竹さんの気持ちにその瞬間近づくんですよ。こうなんかこうね、なんていうんでしょう、申し訳ないけれども、もしかしたらすごいすみません布地の少ないところを見てしまいましたっていう、神に、罰を与えられるみたいな気持ちなんですけど。ね、でもそれってやっぱジムトレーニングとかしてないとそうなかなかなんないですよね。そうですね、食べるのが好きなんで、でもグループ上やっぱ太ったらいけないということで、こう食べて痩せれる方法はないかと考えた結果、こちらに至りました。めちゃくちゃ健全だな。すごいね、はい、なんか多分こう今日のねこう並び順で世界は多分みゆちゃんを中心に両側にだんだんこう濃度が濃くなっていくんでしょうね。なんだかの形にね。あ、じゃあちょい足しプロフィールもらってもいいですか。はい、はい、あ、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。もう全然失礼、またちゃんとしてますね。失礼しますとか。こちら、はい、ちょい足しプロフィール。動物の変わったところが好き、はい、うん、動物の変わったところが好き。動物激愛してて。あ、そうなんだ。そうなんですよ、ワンちゃんと猫ちゃんが大好きなんですけど。普通ですね。そうなんです。でもいやちょっと今分かってきたけど私普通なんですけど、めちゃくちゃ真面目な人の可能性が出てきたぞ。でも、うん、他の人と違うところが好きで、なんかワンちゃんでもペットショップとか行くとこうすやすや寝てるワンちゃんも可愛いんですよ、うん、でもすやすや寝てるワンちゃんじゃなくて、うん、こうもう全てを投げ出して白目向いてこううわーみたいな感じで寝てるワンちゃんの方に惹かれちゃう、うん、まあ、ちょっとわかります。なんか分かりますか。うん、それはわかる。わかるんや。共感してもらえると思ってなくて。どちらかというと、佐竹さん の, こう靴を嗅ぐ話の方がよっぽど普通は共感できないんです。っ私って普通なんですね。今のはね、多分8割以上は分かるやつよね。あ、じゃあこれはどうですか。そう、何の話。そう、ワンちゃんのくしゃみしてる姿とか寝言とか寝相が悪いワンちゃんの YouTube の動画をひたすら見る。深い共感じゃないですか。むしろ分かるんや。そう、だからだってそういう動画が上がってるのはそういうことだからです。そっか、そう、みんな一緒ですね。そうそう、だあんまないの。女性アイドルが女性アイドルの靴を嗅ぐ現場とかないですね。そんな動画見たことないでしょ。そっか、そうだわ。じゃあこっちはどうですか。好きで好きでたまらない渋い生活。渋い生活どういうことだろう。こう朝起きてお抹茶を立てる。で、お昼はライブに行く。夜寝る前はお抹茶を立てる。これが最近の落ち着く行動です。え、ご先祖様千の利休とか。違う。違いますね。違う。茶室とかあったの。ないです。でも和室が好きで、こう今寮暮らしなんですけど、部屋を選べるときに一番に和室を選びました、うんうん、へー。え、お茶立てたりしてるんですか。さすがにしてない。なんかお茶立てるセットをもらって、こうお湯入れてこうシャバシャバして飲むっていう。そうです、そうです。あれが好きです。着物は着てないんですけど。いや、でもそれをやるんだ。はい。抹茶自分で入れてるの。抹茶自分で入れて。それ、ね、プロフィールにそういうの書いた方がいいと思う。そっか。どっちかっていうと、けん玉よりは珍しい気がする。あ、しかも無理やり感ないし。そうだね。本当だもんね。本当ですね、うん、あと
あ、まだあります？あ、貼ります。あの、うん、写真集のイベントの最後の日に、うん、なんかスタッフさんに美味しいものを連れてってあげるっていう、頑張ったもんね、はい、うん、ご褒美をいただいて、うん、でそこで定食屋か蕎麦屋さんって言ったら、うん、なんでやねんって怒られました。確かに。なんか定食屋か蕎麦屋さんね。そう、でもあんま普通ですね私。気づいたわここに来て。いや違う違う違う。純粋なの。え、本当に。あの、ね、両サイドの人たちは別に純粋になりたくないわけ、純粋が嫌いなわけじゃないですよね。はい。ちょ、真島さんもちょっと。私ってそういうタイプ、はい。ごめんなさい、もうすでにコメントでもそういう風になってたのさっきから。そう。真島さんも変わりだよみたいな。私だけですから気づいてない。え、ま、自分では。どういう、あ、自分では私真っ当なタイプだと思って来てたんですけど今日。そうね、まあ多分アメとムチで飴が好きっていうのは、まあ、確かに普通のパターンですよね。そうですよね、普通の人ですもんね。でもまあ、まあ、とりあえず聞きますが、はい、あのこう何でしょう、こう渋い生活が好き、あのこう打ち上げで思わず蕎麦屋かもしくは、定食屋がいいと言ってしまうこの感じ。真っ先に焼肉屋って言います。ごめんなさい、ね、はい、普通だな。あ、今普通ですか。今のは普通でした。今のとても普通でした。あ、よかったです。そういうことに行きたいと思わないんだあんまり。そうですね、なんかご飯どこ行く、大戸屋みたいな感じなんですよ。でも美味しいもの食べるのは好きでしょ。大好きです。甘いものも好きなんですけど、うん、やっぱ椎茸が好き。あ、そうだよね。そうな感じです。すごい、なんかもうあのパフォーマンスとかめちゃめちゃどちらかというと洋楽寄りと言ってもいい。そうですね、もう韓国で制作しているので。あ、そうかそうか、はい、まあまあ、それこそね今 BTS とか韓国初のものがワールドポップになったりしてる時代なので、はい、そういう方向だけど生活はもうめちゃめちゃ純日本風、はい、そうですね、曲は K-POP で心はもう J です。心は J、 はい、心は J はなんか何らかのジャニーズの新番組っぽいですね。しますね、はい、あ、でもなんて言うんだろう、あの今日あのここまでのところの感想でももう結構あーって思ったりしてませんか。どうですか。そうですね、なんか私変わってる方やと思ってたんですよ、うん、でもなんか、あ、自信がつきました。今ね日本人のあの正しい心を持って今日ここに座っていただいてる感じで、多分ここからね、ここの2人はちょっと何か、まあ、それはそれで現代病って感じがする感じがありましたけど、ここから、人類が未知の世界に入っていく気がしてならないです。もうすごく楽しみ。私は楽しみだよね。はい、楽しみだよね。はい、好きですそういうの。じゃあひたさん、あの、はい、プロフィール見せてもらっていいですか。はい、はい、ほい。お、いいね、甘やかしてるね。じゃーん。はい。ひるたあいりで、うん、ニックネームはあいりちゃんです、うんうん。出身地は東京。うん、生年月日は2004年の3月5日で今は15歳です、うん、血液型は B 型で趣味はお昼寝することとゲームすることで、特技は水泳です、うん、自分で書いたけど割と確認しながらちょっと心配なんで、はい、そっか、まあ、ここまでのところは、うん、うんうんって思いつつ、いや、だから甘やかしすぎだった。ここで拍手はいくらなんでも、うん、なんていうんですかね、お昼寝か、待って、はい、中学、あ、高校生だよね。高1です。高1でお昼寝って、はい、さすがにもうちょっと前に終わってない？いや、お昼寝、なんか高校生になってからすごい好きになって。あ、よりそうなの、はい、なんか学校から帰ってきてお仕事がない時は寝て、うん、お昼寝って言って3時間ぐらい寝ようと思ってるんですけど、うん、なんか気づいたら日付変わってるまで寝てたりしてね。で、起きたらもう夜ご飯とかも全部片付けられてたりして、お菓子食べてまた寝るみたいな、そんな感じです。なんと、イエーイ。なんすか、本日接待ですか皆さん。あ、そう、はい、じゃあさっきこうなんか十何時間寝ちゃうみたいなのありましたけど、はい、ゆるたさんも結構連続ですっごい寝ちゃったりする？あ、もう起こされなかったらずっと寝てて。それは死んでる。え、そうなんですよ、うん、なんか起こされても聞こえなくて起きないし、うん、なんか本当にもう叩かれても起きないんですよ。あ、そうなの？そうなんです。だからなんかもう布団をひっぺがしてバン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 っていうのを10回くらいやんないと起きないです。親に頑張ってもらわないと起きれなくて。あの、お母さん任せです。お母さん任せでも、はい、あの学校行ってるわけだよね、はい、朝はどうしてるの？あの、なんか最初は頑張って目覚まし1分おきにかけて起きてたんですよ。あの、最初は聞こえなくてだん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 音量が大きく聞こえてきて、 あ、ね、そろそろ朝かなっていう感じだったんですけど、うんうん、
なんか今はもう本当に聞こえなくて、うん、もう10分おきにしたんですけど、でも目覚まし終わってからしばらくしてお母さんに本当にもう遅刻するから早く起きてっていう怒鳴り声で起きて、10分で用意して家を出るっていう生活です。最後だけ軍隊みたいだね。準備が早くなりました。イエーイ。あなたたちは甘やかすことによって怪物を育てていますよ。大丈夫ですか？ちょっとそれはそれで僕は行く末を僕も見てみたい気持ちはあります。そうか、この、はい、そうか。でじゃあ、ま、今のところ起きるのは、まあ、お母さんに起こしてもらうっていう以上の解決策はない。はい。でも10分だとできることに限りがあるじゃない。あ、でも別にずっとすっぴんでいってるし、うん、寝癖ももうどうでもいいやみたいな感じなんで、うん、あ、起きてご飯食べて着替えて家出るぐらいなんで大丈夫です。でもさ、学生と、あ、決めてくれた。いきなり決めてくれました。あの学生とアイドル両方やってたら、はい、普通のアイドルよりも普通の学生よりも忙しいじゃない。はい、うん、でも、うん、起きられないとなるといろいろ大変。あ、そうですね。あ、でも、うん、あの撮影で早く起きなきゃいけないときは、うん、早く起きるんですよ、目覚まし前に。へえ、すごくないですか？もうすごいすごい。イエーイ。お仕事の時は早く起きれるのに、うん、学校の時は絶対に遅刻ギリギリみたいな感じです。すごいですね。同じ話が2回出てきても甘やかしたくなりますね。しかもよくわからないんですけど、もうお姉さん方はもうこれもう甘やかすしかないですよね。ただ隣の同い年すら若干もう甘やかし始めてる感じがするんですけど、どうでした今の話聞いてて。お子ちゃん、私は自分で起きれます。あ、じゃあこれさっき、うんうん、ここ LINE 交換したんで、はい、朝起こしてもらおうと思います。起こしてください。わかりました。で、すいません、こちらのですね、2人の病気が今重くなったんですよ。同時に可愛いって言ってましたよね。なんか、うん、なんだろう、なんかもう産んだは。あなたがお産みに知らないうちに産んでたんですね。2人で産んだ。産みました。子供かもしれない。巻き込まれ事故ですけど大丈夫ですか。産みましたね、ちょっと今。産みましたか。はあ、じゃあちなみにこれ今のを聞いてて、まゆちゃんの普通に感想聞きたいです。普通のやつ。いや、まさか自分がときめくと思わなかったです。おー、うん、おー、あ、なんか言えたねって。あ、言えたね。って言いたくなる。甘やかしたい。あ、でも、ひびたさん、今のこう言えたねってしてもらうのどんな感じですか？嬉しかった。嬉しかったです。嬉しかったですか？嬉しかったです。ちなみにこう、真島さんにも感想聞いてみたいんですけど、真島さんは今のこの2人のやり取りを聞いて、どんな気持ちになるんですか？いや、もうなんか、天の声みたいな気持ちです、今。もう天の声、はい、天使の声じゃないんだ。いや、もうなんか天の声ぐらい上から見ときたい。うん、なんかもう、いいですもん。二人で幸せに末永く生きてくださいって。二人で幸せに、はい、二人は幸せに暮らしましたとさ、みたいな感じです。物語が終わる感じがいました、ね。はい、あ、はい、これまでね、プロフィール途中なんですよね、これね。ね、お、ちょい足しじゃないでしょ、今。そうです、ね、そう、はい、お昼寝することからここまで行って、はいはい、じゃあちょっとちょい足しの方見てみましょうか。はい、ちょい足し多分、うん、はい、多分変なんですよね、私。さっきみゆちゃんと同じ前振りですね。はい、うん、お菓子と野菜が主食で、うん、よく真面目そうって言われるんですけど、初対面の人に。でも、うん、全然真面目じゃないです。あ、でもこう、うん、今の話をこうしてて絶対にもう真面目っていう概念ないですよね。あれ、真面目と不真面目とは違う気持ちになってます。こちらとしては、あ、なんかざっくり。ちょっと待って、ちょっと待って、今のは擬音。擬音としてざっくり。ざっくり。ざっくりか。はい。おい、みんなちょっと会議だ。今のざっくりどういう意味だ。会議だ、今のは。あ、ちょっと分かりやすく。あ、無理、無理。解釈が、あ、すごい。AI が混乱をきたしているぞ。あ、ちょ、私も分かんなかったので、今の言葉取り消し。取り消しますか。はい。なかったことに。あ、まあ、ねえねえ、アレクサ、今のなしみたいですよね。ちょっと、じゃあ。まあ、でも気になるのは、まずお菓子と野菜が主食。はい、その人の下にイエーイって書いてあるのは何なんですか？なんか色なくて寂しかったからイエーイってで、緑で書いてくれたんだ。はい、そっか、イエーイ。お菓子と野菜が主食というのは、はい、どれくらいお菓子と野菜それぞれ食べてるんだろう。
私あのお肉が苦手で食べないんですけど、うん、その代わりに野菜とお菓子をずっと食べてて、なんか朝もご飯食べてお菓子食べて、でお昼の前にお菓子食べて、お昼とお菓子食べて、お菓子食べて、夜ご飯食べて、デザートみたいな、そんな感じです。確かにお菓子多かったけど、野菜はご飯は野菜なの？あ、ご飯は野菜です。野菜の方が割合多くて、ご飯もちょっとみたいな。それも子供の頃からそんな感じ？子供の頃はお肉もちゃんと食べてました。なぜ突然？なんか嫌いになっちゃいました。なんか嫌いに？はい、なんか味があんまり好きじゃなくて、野菜パリパリ食べてた方が美味しいなって気づいて、野菜をずっとレタスとかもなんかあんまりちぎらないで一枚のままずっと食べながら、レタスを一枚食べながら、あのベーってあの剥がしたら大きい一枚じゃないですか、あれをバリバリ食べて。もうダイエット中の人だとか。え、ダイエットはしてないんです。してないけど、その分お菓子いっぱい食べてるんで。そうか、お菓子もいろいろあるじゃないですか、はい、何が好きなんですか？なんだろう、でも本当にいろいろ食べます。甘いのも、うん、しょっぱいのも、うん、めちゃめちゃ辛いのも、うん、全部食べます。あ、もうどうぞ、甘くてもしょっぱくてももうお菓子はお菓子、うん、お菓子が好きなんで。お菓子が好きなんだよね、はい、さっきあの焼肉が好きって言ってたから、あ、好きっていうかご褒美って言われたら焼肉ですね。肉が嫌いという方がこの世にいらっしゃるんですけど、いかがでしょうか？あ、でもお菓子好きなんですよ。おお、だから分かるって感じです。すごい、今あのお菓子が好きちょっと引っ張られちゃいました、ごめんなさい。でででで、なんで謝ったの？だから普段から厳しくしつけられすぎですよ。今そんな謝るほどのこと何もなかったですよ、真島さん。ありがとうございます、ね、そう、今日はそういう気持ちですよね。そう入れ替えていきます。これぐらい甘やかすされることも可能なんですよ、世の中は。私甘やかされてますか？なんか変なこと言いましたが、いや、さっきね、あのなんかよく寝てるって言ったら可愛い拍手ぐらいの勢いだったじゃないですか。もう、うん、寝ますよそれは人類、うん、眠いから寝る。眠いから寝るとおっしゃってますが、すいませんが、あ、みんな共感してるみたいですね。よかった。え、真島さん、世界にはこういう場所もあるんですよ。いいないいな。そうか。でもさ、やっぱりアイドルだからレッスンとかあるでしょ、はい、厳しいのも。あります。それは大丈夫なの？大丈夫です。あのメンバーといるのが好きなので、おうおう、全然頑張れます。お、なんか口調も変わってきましたね。お、おイエーイ。あ、なんか、ダメだ。すごいな、この会話基本的にはもうイエーとざっくりだけだったような。あ、イエーが大半ですね。うん、イエーが大半ですか。はい、そうか。じゃあ、うん、とりあえず、あのまだ1人目のワンダーだと思ってるんで、2人目のワンダーはどうなのか、お隣に同い年の方が。え、今の笑顔をあの凝視していた方がいらっしゃいました。佐竹さん、あ、見てた、はい、どういう、なんか、なんだろう、なんか食べたい。違う、あの違うんです、なんか変態の意味じゃなくて、いや待って、変態の意味じゃないって、今まで変態しかいなかったじゃないですか。違う、なんか、うん、ほっぺがすごい触りたいなって、あ、なんか笑顔ね。あ、私ですか、はい、いいですよ。え、別に席移動しちゃいけないわけじゃないですから、ちょっとだけ、あ、はい。なるほどなるほど、ここで躊躇しないタイプのオタクなんですね。すごい、これがほっぺって感じ。今まで触ってきたものはほっぺなんかじゃなかったんだって。なんか幼女のほっぺ。すごいね、もう感想はおいしんぼみたいだもんね。もうなんかすごい、なんかもっと触りたいなと思いました。あのこの辺でもう僕らも理性が働いて、あ、これ以上やらせちゃダメだ。裏でちょっと触らせてもらう。よりダメだ。裏でちょっと、うん、さて、じゃあそんな、はい、あの幅広く許してくれたとわこちゃん、かわいい、うん、あのさ、なんであの甘やかし方がさっき言ったわいって。さっきはひるたさんにはみんなしから、あ、社長素晴らしいですねって感じ。ちょっと違うのね、ここがね。いいですか、はい、じゃあお願いします。はい、はい、名前はとわこです、うん、みんなにはとわちゃんって呼ばれます、うん、出身地は茨城県です、うんうん、生年月日は
2003年12月16日で16歳です、うん、血液型は O 型で趣味は映画を見ることで特技は日暮らしの真似と人に甘えることです。さあ気になってまいりました、まずあの映画を見るっていう趣味が、はい、佐竹さんも映画鑑賞が趣味ということなんですけど、はい、あの東子さんはどんな映画をご覧になるんですか？好きな女優さんが出てる映画とか見ます。あら好きな、もうみんな早い分かるけど誰あの事務所の先輩の浜辺美波さん。ああ浜辺美波が先輩、はい、そんな世界線、まあそりゃそうでしょうけど、うん、あ浜辺美波ちゃん最近だと詩人層の殺人とか、はい、ね、なんかいっぱい出てるよね、はい、うん、でそれはもう見に行った？まだ見てないです、うん、今まで、まあ、浜辺さんが出てても出てなくてもいいんですけど、はい、この映画好きだったなとか、あれ突然あの人工知能と対局した騎士みたいな、うん、一番最近見たのは、うん、多分ゼロキスです。ああなんかやってるね、はい、あのでも内容おじさんもよく知らないんですけど、私橋本環奈ちゃんが大好きなんで見てきました。全然橋本環奈ちゃんと浜辺美波ちゃん両方好きでも全然ね構わないですよね。どちらかというと女優っていうタイプの、はい、あのこうアイドルファンと、アイドルファンじゃねえのかそっちは、女優なタイプの方は好き、おかしくないですよ、はい、で見て、どんな内容の映画、なんだっけな、なんだっけな、待って、うん、大丈夫、あのね、なんかあのねえねえねえ、これのも鈴垣さんでいくらでも待てますよね全然待てますね、待てますよね温かい目で見守ってしまう、そう、まあ、そう冷たい目は絶対向けられないですよね、はい、ね、待てる大丈夫、多分忘れちゃいましたでも橋本環奈ちゃんは出てたんだよね。出てました。じゃあここから本題に入っていいかな。はい、特技の日暮らしの真似がみんなすごい気になってるんですよ。はい、あの日暮らしの真似っていうのは、今やってって言ったらできる？できます。できる。お、じゃああの、強烈に真冬ですけれどもお願いしてよろしいでしょうか？意外に本格的意外に技術使うやつだったねあーこれはすごい、これは期待した甲斐があった、いやこれはみゆちゃんちょっとこれはすごいよね。もうやられますね。やられるよね。かわいいな。い最強ですね。最強。そう絶対そうだね。また会いたい。押しちゃうよね本当にね。しちゃいます。本当ですか？今の本当ですかからのつながっての人に甘えることか甘えるってどういうことする？あ、じゃあ隣の真島さんにお姉さんにちょっと甘えてみるとどんな感じ？あ、いいですよ私欲しいものがあるんですよ。そっからそういう甘えなんだそうか、はあはあ、欲しいものあるんだ。どう買ってくれる気持ちになるかどうかちょっと気持ち。私あの新しく出たディオールのリップが欲しいんですけど買ってくれますか？100本買ってあげる。ありがとうございます。買いますもん。買いました。いやでもそしたらもうこちらのお姉さんなんてほっぺた触ってるんですから、うん、どうします？何でもする。本当です。今すごいなんかもう肉食獣と捕食される装飾動物みたいな。私あのタワマンに住みたいんですけどマンションが欲しいんですけどいいですか？じゃあ
一緒に住む。やばいやつ2人いた。一緒に。一緒にタワマンに。あでも、うん、一緒はちょっとダメですよね。なんで、いやちょっと待ってダメですよねっていうのは自分が嫌がったんじゃなくて先方が一緒はダメって思うんじゃないかという。ダメ？いいですよ。え？じゃあちょっとあの髪の毛洗ってあげる。ああありがとうございます。とわこちゃんやめた方がいい。それはやめた方がいい。洗わせてもらう。洗わせてもらうのは分かるけどね。はあ、結構やばい。これはちょっとあのいろんな人たちがなんだろうあのこう別の意味で精神干渉を受ける可能性がすごい。高い、じゃあ高い、ちょい足しに移ろう。あ、はい。ちょい足しに移ろう。これはすごい2人組だぞ、ここ。はい、何でしょう。私、ユバが大好きなんですよ。ちょうどいい、面白い、これ。そう。あと、なんか笑い方が可愛くないってよく言われます。え、これだけ可愛いのに、笑い方が可愛くないんですか？って言われます。え、どんな時笑っちゃう？面白い時。いや、そりゃそうだよ。今。大丈夫だよね。大丈夫ですか。なんかギャップ萎えするって言われます。ギャップ萎え萌えじゃなくて、うん、え、それはあれじゃない、もう今もね、なんかほら支配者って感じが出てるじゃないですか。え、あれじゃん、プーチン大統領と会談してる時とかに出る笑いでしょ、きっと。何それ、そっか、そっか、知らないか。なんか、うん、私はねえ、私はねえ、これはおじさんも悪かった。おだろうか。あ、どうぞ。雨買ってっから、おとなしくしな。江戸っ子出ちゃうよ、こっちも。もうそうか。あと、湯葉大好き、ね。湯葉大好きなんですよ。なんか、好きすぎて自分で作って食べました。湯葉自分で作るの？そう。結構なもんだね。え、自宅のコンロとか作るの？あ、そうです。豆乳？なんか、うん、豆乳を、うん、ブクブクさせて熱するのかな。あ、違う、お湯を、うん、沸騰させる、させて、うんうんうん、豆乳を入れた器を入れて、うん、待ってるとできます。にがりとか入れないんだっけ。入れないです。入れちゃうと溶けちゃうか。そうか、豆乳を入れてそれだけでやってるとこで、え、それを何、できるそばから食べるの。はい。すげえ食通の話聞いてるな。それはもうなんかおじさんだったらそれをお酒のつまみにするとかちょっとわかる気がするんだけど、それを湯葉と私1対1の勝負が繰り広げられるの。妹も隣にいるんで1対2です。妹と3人で、私、妹、湯葉、うん、2人です、妹と湯葉をシェアしてる。はい。あ、想像が全然できない。妹さんおいくつですか。 4年生です。10歳だよね。10歳。ランドセル普段背負って帰ってきてる子は家に帰ってお姉ちゃんと湯葉をつついてる。そういうこと。まあ、それがユバ好き。はい。あ、ちなみにヒルトさんは、はい、ユバは、はい、野菜でもお菓子でもないんですけど、うん、どうですか。あんまり食べたことないから記憶がないです。それは経験がないっていうのは日本語だと正しい。あ、そうです。そう、はい、うん、ないです。うん、経験ってことは分かる、うん、経験は分かる、うん、行動を行う。行動を行う。合ってますか。合ってます。あ、よかったです。はい。はい、でもほぼほぼ外国人相手にしてる気持ちなのこちらは。でもお父さんもお母さんもみんな日本人ですよ。なんで。みんな日本人です。こちらが若干疑っていたことがバレてしまいました、ね。あとこう見えてお家ではお姉ちゃんです。え？弟がいます。絶対嘘だろうって言われるんですけど本当です。私もよく言われます。え、なんか妹いるんだって言ったら、え、嘘でしょってすごい言われます。二人とも妹感あるもんね。これが今のちょっと思ったんですけど、ヒルタさんの弟に生まれる人生って幸せなのか辛いのか分からない。でも弟は弟で生きてるから。違う。まあでしょうね、セットではないからね。いや、すいません、真島さん、やっと番が回ってまいりました。
ここまでのところがちょっとこう超得ね超対策が多かったんで本当にそうですね、締めをさせていただけるのがもう怖いです、大丈夫だってばだからこの番組はそこの最後に座ってる場所だからといってあのこう何あのこうオチをつけなきゃいけないみたいなそういう圧は全くないのでよかった、本当にいつもの癖がちょっと本当になんて言うんだろうもうなんかすごい大変な戦場から子供を拾ってきたみたいですよ日本は平和だから大丈夫だから地雷とか埋まってないからみたいな安心しました安心したじゃあ、はい、あの本当安心したまま、はい、ゆるっと自己紹介してもらえる、はいはい私の基本プロフィールじゃん名前は真島若菜でニックネームは若菜まじまじです、うん、出身地は北海道生、うん、年月日は2000年4月26日の19歳、血液型は B 型、趣味は漫画と競技カルタです。特技が四白眼と中国語です、うん、ちょっと待って最後のところの、はい特技のまず競技体あたりからすごい具体的に気になり始めたんですけど、あ本当ですか、そうあ四白眼って言ってたんだ、四白眼です、そう、ああ本当にそう言ってるのか分かんないんですけど、やっていただくことが可能なやつですよねこれね、あやりたくなければいいですよこのそういうことが可能な場ですから、全然やれるんですけど、多分想像以上に地味なんですけど、やります、いいよだって湯葉食べてるより地味なことなかなかないよ、いきます、はい、おおこれは甘やかしてくれた、そういう感じの、まあ、アイドル甘やかしたのはこういうことだと思うんですよね、そうなんです、あの地面で勝負してるんでこれ地面、はい、地面で勝負、はい、してるんでこれは勝負とかないから大丈夫だから本当に戦いの力やってきた人はちょっとこれ、でとりあえず、まあ、4白眼、はい、あとは中国語っていうの、中国にいたことがあるとか、いやそんなことはなくて、これがちょっとちょい足しプロフィールにつながるんですけど、じゃあちょっと後に回しましょうか、はい、漫画と、はい、漫画が好き、競技カルタ、ちはやふるとか大好きだった、ちはやふるで競技カルタ始めました、あそうなんです、ちはやふるってもう12年か3年ぐらい、そうですね、6年前ぐらいにハマって、うん、中2からカルタ始めて、中2からカルタ始めた、はいそうです、でもカルタってなんて言うんだろう、そんなに、あでもちはやふる以降はいるのか、競技人口も結構、そうですね、なんかちはやふるがあの映画化されたじゃないですか、はいはい、まあ、そこら辺から急に増えて、大会とかも抽選とかになりました、あなんか今出りたい人みんな出られるわけじゃないんだ、出られなくて抽選とか、へそうなんか事前のなんか大会みたいなのがあったり、大会の大会みたいな、へあったりするんですよ、お真島さんはじゃあ強かったの、私は東京都ベスト6の補欠です、はい、凄さが分からん東京都ベスト6、仲間は強いです、なんで仲間は強い、あの私の隣にいた人は強いですから、あ隣にいたチームとして強いってことね、そうです、ベスト6のチームの補欠だったという、はいそうです、でもじゃあ100人衆全部暗記は当然している、あの決まり字ってのがあって100人衆って、そう娘房補正とか、ね、そうですそうです、うんうん、あの1次決まりとか2次決まりってあるんで、そこだけ覚えてます、あでもそれ覚えてないとゲームにならないんだよね、はいほとんどね、むって言われたらその瞬間にすごい勢いでバーンみたいな、バーンってやってて、そうですそうです、じゃあむって言ったらその先は霧立ち昇る秋の夕暮れ、間も言ってください、村雨のうわー、競技で覚えてると間が梅雨のまだ日の牧の花じゃなかったっけ、あーそんな感じだった気がしますああすごいできますね一緒にやりますか、いや俺は文学部なだけでありとりあえずじゃあそういうのスポーツとしてやってた、あそうです、スポーツとして、競技からだって袴とか入ってたりするじゃないですか、 あれは強い人しか着れないんですよ、えあそういう決まりがあるんだ、はい、あのなんかクイーン戦とか、 なんかその日本一を決める時とかだけ着て、普段はもう T シャツにジャージって感じで、あそうなんだ、はいそうです、でも五七五で何でも言える人がここにいらっしゃるんですけど、言ってほしいです、何言おうよ私についてあじゃあ真島さんに何か一言、あそうかっこいいね、考えようによってはあなたに注げる一句、捧げる一句みたいな感じでしょ、常にそうですね、それができるってことだよね、はい、じゃあ今真島さんにここまでのところ捧げる、あ美しき黒髪ストレート I love you かわいい、かわいい、かわいいですよ、かわいいですよ、かわいいですよ、まず一つは、まあ、黒髪ストレートが七じゃねえっていう気持ちはすごいあるんですけど、字余りです、字余り、そうですね、字余り、はい、字余りはまあでもたまにある、それはわかるんですけど、はい、さっきも終わりが I love you だったこれがいい持ち味だと、これが持ち味、ネタを割れてしまった可能性がありますよあ
まあ、でも黒髪ストレートのがね、はい、うん、チャームポイント素敵です。あ、かわいい、かわいい、かわいい、うん、大丈夫、でもそれぐらいだと思う。なんか佐竹さんに比べると全然受け止められる感じのリアクション。あ、よかった、大丈夫ですね、うん、今のところ大丈夫、よかったです、ね、佐竹さんにらまないのこちら。なんか悔しかった。え、なんか、うん、私にだけ言ってくれたと思ってたんです。あー、今なのに、うん、なんだろうって。やっぱ黒髪じゃないからじゃないですか。あ、え、でもさっきは I love you って私に言ってたよね。でも今はね、私だよね。でも最初に言ったのは私だよ。でも最終更新は私だよね。佐竹さん、佐竹さん、コメントで重いって。違うんですよ、本当に重いんですよ。重いの、押しかぶり許せないんですか。じゃあなんか前まで許してたんですけど、うん、最近ちょっと、そうか、とうとうステージ3に入られたってことですね。同担拒否ですね。どんな同担拒否、同担拒否の人がアイドルグループにいるのこっちやりづれえよ。客としては私グループ全部愛してる、でも同担拒否って言われたらやりづらいぞこっち。すいません。そうか、まあでもそこはほらアイドルは人に好かれるのがお仕事ですから、はい、いいじゃないですか。そうですよね、ね、なんで俺、諭してるんだろう。じゃあ、まじまさんの続きが、はい、ちょい足しプロフィール。中国語とつながってんの。そうですね、うん、ちょい足しプロフィールが、はい、こちら、特技中国語、嘘です。なんで書くんだよ。なんか、これにはいろいろ深いわけがありまして。それ聞きましょう。そうなんです、私、ラストアイドルが番組を持たせていただいてて、はいはい、その番組の企画で、なんか特技認定会みたいな企画があったんですよ。なんか特技に追加する特技をなんか OK か NG か認定しようみたいな、そういうなんか判定会が、うん、があって、それでなんか私的にはその特技が本当にできるのかできないかの判定会だと思って中国語を提出したら、なんかそのできる特技がしょうもないかしょうもなくないかで判定してする会で、うん、持ってったらなんかその中国語できるんですよねみたいな感じで聞かれちゃって、もう死んでもできませんとか言えない空気感だったんですよ。そう、確かにラストアイドルだもんね。そうなんですよ、ね、本当に、うんうん、それで、うん、私しかも喋れるのが名前と日本人ですと学生ですだったんですけど、学生じゃなくなったんで2つしかないんですよ。なんですけどその3フレーズを動画で撮って出したらなんかできるみたいになっちゃって、しょうもなくないみたいになっちゃって、うん、なんか追加されちゃって公式プロフィールに。で今に至ります。はい、あれさ、なんだろう、完全に運び屋と税関みたいな話だよね。はい、3つの単語で突破してきたみたいな。そうなんです、3つだったんですけど今2つになっちゃったんで、うん、ちょっとなんか足します、頑張って。でもひょっとすると中国の仕事とかあるでしょ今。名前でいけますかね、名前だけで。でも日本人ですって言えたら、まあ日本のアイドルなんだなってなりますよね、きっと。日本のアイドルなんだなってなる。でも中国語って書いてあったら、はい、いやだから中国語のできる日本のアイドルを呼んだ気持ちになりますよこっちは。うん、名前は言えるんで。そうか、はい、そうか、じゃあいいか、はい、うん、じゃあその特技のところを中国語で名前が言えますに書き換えていただいてもお願いします、はい、ぜひ大人の皆さん、大人の皆さんお願いします。あ、これそれ申請通らないと変わらないの。そうなん、その申請で通ったから書かれちゃったんですよ公式プロフィールに。はあ、そうなんですよ。大変、じゃあ覚えなよもう。あ、そうですね、勉強しようかな。変えてもらうよりも多分その方が簡単だと思います。そうですね、頑張ります、勉強この年1年。あ、ありがとうございます。じゃあなんか覚えましょう。ゲイウォーイーガーピーチョーとかどうですか。え、ゲイウォーイーガーピーチョー、ゲイウォーイーガーピーチョー、はい、ビール一杯くださいっていう意味なんですけど。使えたらどっかで使ってください。はい、ありがとうございます。まだ、来年あたりから使えますからね。使えます、はい、で2つ目は、はい、2つ目はゆで卵を食べるのが苦手。そう、そんなに難しいことではない気がするんだけどな。なんか、うん、ひよこが生まれそうだなって思っちゃって食べれないんですよゆで卵。今トモコちゃんが鼻で笑いましたけど。嘘、食べれる。食べれます。え、でもなんか思いませんか、黄身とかがなんかぐしゃっとかなんないかなって。なんか茹でてんでしょ。え、でもなんかその残ってないかな、ひよこが生まれるまではいかなくても、そのひよこなりかけみたいな、黄身じゃないかなみたいな不安が。とかちゃん今までそんなこと思ったことある。私コンビニで買ったやつしか食べたことないから、多分コンビニにあるやつはちゃんと検査してるから大丈夫。
コンビニであるやつなら大丈夫だと思います。じゃあコンビニで買います、これから。ゆで卵コンビニで買ったら大丈夫なのと、はい、普通にスーパーとかで売ってるやつも、あの有精卵と無精卵っていうのがあるんで。あ、そうですよね。いや、それも知ってるんですよ、知識と知ってるんですけど、うん、信用してないんですよ、自分の目で有精って言ってないじゃないですか。いや、見ただけで分かる人は多分いないんですよよっぽどの達人でもない限り。でもなんか自分が有精を審査してないじゃないですか。まあね、うん、怖くないですか。そしたら世の中には怖いこといっぱいありませんかだってでも特にゆで卵がゆで卵が、はい、どちらかというとこれから登録するね、そこの特技審査会が自分のやつを登録するかそうじゃないか確かめる方が優先でしょ。それそうですね、まあ、すごいですね。あの危うい部分と慎重派の部分が全然違いますね。あ、本当ですか、うん、今まで聞いてて。でじゃあ続いてもう一個なるのは、はい、骨折をしてから飲むヨーグルトが好きになりました。不安なプロフィールですね。あのなんかデビューシングルがあったんですけど、はいはい、その振り入れぐらいでちょうど骨折をして、うん、で椅子に座ってたんですよ私、最初のシングルの曲が。ああ、ですごい大事な時期なのにみんなに迷惑をかけちゃって、ね、でそこからなんか乳製品取ってなかったんですけど、うん、ちゃんと飲むヨーグルトを毎日飲んで生きてきてて。あ、今毎日飲んでるんです。はい、毎日飲んでます。そしたら骨折してないですもん。骨折って原因は別に飲むヨーグルトを飲んでないことではないでも変わったんですよ、飲むヨーグルト、ま、毎年1年に1回骨折してたんですけど今まで。そう、それまで。そっちだよ、どっちかというとどういうことなのそれ。でもなんかそのデビューシングルの1年前にあのなんか文化祭の実行委員長やってたんです、あ、副委員長やってたんですけど、うん、その文化祭前日の準備日に机を倒してその机をジャンプして避けたんだけど避けきれなくて骨折して。パルクールみたいな日常え、でも本当にそれくらい骨折が身近だったんですよ。え、いや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 、そのくらい骨折が身近だったんですよっていうのをなんだろう、北海道では薪ストーブが当たり前ですよみたいに言われても、うん、こちらも。いや、私本当に大事な時に骨折しちゃう人だったんです。そうなんだ。前日とか、なんかそのデビューシングル直前とか。そうだね。なんで、あの、でも今年不安だった。2018年の話なんですけど、うん、デビューシングル。2019年は、飲むヨーグルトのおかげで脳骨折で、はい、なんで皆さんももしよかったら今日飲むヨーグルト飲んでってください。僕は通院をおすすめします、そういうことは僕はどちらかというと飲んでってください。いや、すごいわ。ここまであのプロフィール紹介しかしてないんですけど、それだけで1時間半が経過するというです。すごい。そうなんですよ。立ってまして、あの皆様もちょっと一旦休憩していただいて、はい、後半ちょっと席替えとかもして、はい、お送りしたいと思いますので、じゃあここからあの10分ほど休憩とさせていただきます。どんどん皆さんオーダーとかしてください。じゃあどうぞ一回後ろに戻っていただいて。もうこれ後で出てきた時にあの交換していただいても大丈夫ですからね。はい、じゃあちょっと休憩にします。休憩、中継は休憩にします。また戻ってきます。待って、あそこの番組 AD も演者と同じロケ弁が出るってマジ？あなたの声が聞きたいのに耳に届くのはサブからの指示。食べたくなる深夜コンビニでも行こうか、でも全然在庫がないや残り物のおかか。
がっかり。落ちないケーキ落ちるメイク、女の子の魔法が解けたって、私の法則君には解けないの。待って、あそこの番組 AD も演者と同じロケ弁が出るってマジ？あなたの声が聞きたいのに耳に届くのはサブからの指示。目覚めるのは夢の中、輝くステージ立つ前
待って、あそこの番組 AD も演者と同じロケ弁が出るってマジ？あなたの声が聞きたいのに耳に届くのはサブからの指示。はい、あ、じゃあ、飲食してくださってる方は、まあ、遠くなんで大丈夫だと思いますので、ここからまたゆるゆるでやっていと思いますが、後半、1回こう登場したら記念写真だけ撮らせていただくと、いうことになってますので、そこはそれで、はい、お付き合いいただきたいと思いますが、じゃあ上げていただいちゃっていいですかね。スクリーンを1回上げます。よいしょ、大丈夫ですか、調子悪い。じゃあまあ最悪時間差で上がるかもしれない。なんですか、ロフトラインがいつの間にか忍者屋敷みたいになってるんですか。そっか、じゃあ行きましょうか。アイドルの皆さんどうぞ。どうもどうも。じゃあ一番初めちょっと撮影だけさせてもらいますので、ちょっと真ん中にキュッと寄っていただいて、はい、キュッと寄っていただいた状態であちらのオフィシャルカメラの方をご覧いただきたいと。なんか毎回毎回記事にしていただいたりしてるんですよ、なぜか。趣味で始めたら趣味でこのイベントの記事を書いている方がまた現れるというですね、はい、好意でできているイベントでございます。今ちょっとだんだん上がり始め、今上にロゴが出てくるんで、それだけちょっと、はい、待っていただいてますからね。はい、じゃあ位置的にはこんなもんで大丈夫ですか、いつも通り。はい、じゃあこの辺で撮れますかね、いけますかね。はい、じゃあお願いします。はい、
はい、あれですね、一人なんて言うんでしょうね、本来出禁の人がいらっしゃるということですよね。はい、ありがとうございます、うん、あの一応すみません、佐竹さんに今の感想だけお伺いしたいんですけど、どうぞマイク取っていただいて、あの、はい、肩がちょっと折れて、あの出てるじゃないですか、はい、あの触ったらなんか柔らかかったです、はい、いや説明が具体的って気持ち悪いですね、やばいやつですね。いや全然、あの佐竹さんは逆にどういうお気持ちでしたか。あ、マイクがまだ入ってないかな、こっちのマイクは。もう全部開けていただいちゃって大丈夫ですが。なんかあれです、はい、あの手がすごくとてもひんやりしてて、気持ちよかったです。そうよね、今もうさっきからずっと見逃されてるんですけど、アイドルですもんね、あちらの方もね。アイドル、同業者、同業者だから問題ないです、同業者だから。じゃあどうぞおかけいただいて、また後半もじゃあ飲み物とかかな、さっきと全然同じじゃなくていいので頼むところから、はい、お願いしていただければというふうに思っておりますが、さっきあの休憩中にメニュー確認したら、吉田ひさのり推しメニュー、アイスコーヒーって書いてあって、いらねえだろそれって思ってめっちゃ思いましたけどね。まあありがたいですけど、僕もそれこそアイスコーヒーでいいですけど、皆さんもなんかあのオーダーを後半してもらうところからいきましょうか。じゃあ真島さんから。真島さんか、はい、はい、はい、じゃあオレンジジュースをお願いします。なんでクーアなんですかそこで。お客様に、あ、飲むヨーグルトじゃねえのかだよな。ごめん、そうだよね。あ、じゃあやっぱ飲むヨーグルトで。いやいやありがとうございます。いや、どっちでもいいんですけど、どっちでもいいんですけど、確かに今みんなのね、あんなにって思うよね。いやもう今日朝摂取してきたんで、ちょっとごめんなさい。でもさっき2杯目も飲んだし、いっぱいね、いっぱい取った方がいっぱい強くなるんで、うん、カルシウムも乳酸菌もね、はい、含まれてますからね、はい、お願いします。じゃあトコちゃんはどうしましょう。もう一回オレンジジュースでお願いします。あ、食べ物とか湯葉はないんですか。ないですかね、多分あんまりトークライブ居酒屋で湯葉食べてる人見たことないですからね。あ、そうなんです。そうなんです。なので全然いいですよ、オレンジジュースで、はい、食べ物とかもいいんですよ、皆さん頼んでいただいても。まあ無理して食べらなくてもいいですけど。じゃあヒルダさん。はい、私もさっきと同じでウーロン茶で。はい、ウーロン茶で、はい、はい、じゃあそしてマイちゃんは、はい、アイスコーヒーのブラック。ブラック、はい、はい。あ、そう、そんなことをちゃんと頼むことすら俺は思いつかなかった。ブラックとわざわざ言わなきゃいけない、真面目ですね。じゃあそして鈴竹さん、はい、飲むヨーグルトで。飲むヨーグルト、あ、ここでちょっとさっきの話聞いてたら飲みたくなっちゃって。真島さん、あの嬉しい、あの骨密度が上がりますよ。おすすめ、骨密度が、あ、上がった、確かにそうかもね、上がってるでしょうね、うん。あと、じゃあ佐竹さんは、はい、コーラでお願いします。なんか普通のこと言われるとそうなんだって逆に思う。普通です。なんでそんな気持ちにこっちもなってるんだろうと思ったんですけど、今そうだ、あのすごいね、あの喋ってるうちに今日あの本当は夜の番組で発表しようと思ってたんですけど、まあ別に今発表しても問題ないのでちょっと言うとかなと思ったのが、あの僕ミュークンプラスって番組を夜中の24時から24時、まあ、58分まで佐竹さんゲスト来てくださったこと、あ、はい、ね、ありますけどね、はい、であの番組で今あそれこそ浜辺美波ちゃんがこの間までね、はい、直後に番組やってくれてたんですよ。へえ、さっき今まででは一度もときめかなかった人が突然あのね、でその24時53分まで日本放送と STB ラジオでやってて、なぜか日本放送でだけ24時53分から24時58分まで浜辺美波ちゃんの番組が終わったんで枠が空いたので、俺一回 STB ラジオの人とお別れして4分間だけ日本放送と喋ってもう一回お別れするって変な状態になってるんですよ今で。不思議だと思ったんで、ここどうにかしようよって言って、でアイドル僕らすごい好きじゃないですか、なのでアイドルの冠番組をそこで勝手に始めようかと思って。意味わかります？ね、でそれの、それをやりたい人を次戦他戦事務所戦オタク戦ありでやろうと思って、ね、であのそこに応募してもらいたいなと。やりたい、やっぱり。でその時に条件があって、まず誰どのアイドルがやるか、だ例えばあのラストアイドル真島若菜のここまではいいじゃないですか、はい、のって言って番組名を絶対つけてほしいんですよ全員、だから例えば
ラストアイドル真島若菜の今年の骨折とかそういうでこれだともう番組が骨折の話するんだなって分かるじゃないですか。というなんか番組名までセットで考えていただきたいっていう。じゃあおらなきゃだ。うん、いやいや今まで十分してるでしょ、ね、週1、4分ぐらいずつ、はい、4曜日あるんで4人ぐらい決めたいなっていうふうに思ってる今思ってるんですけど、どうやって決めるかはちょっとあの来た内容によって変えようかなと、ねえーね、例えばこうねあの佐竹さんの犯罪の告白とかって言うよ、ね、聞きたい。そうあの推薦していいんですよね誰かを。ああそうさ多選もありあの野口よりで。ああで野口さんのじゃあ番組名つけなきゃいけないんですよ。どうします、野口いおりの魅力いっぱい、うん、それは佐竹さんがやるべき番組でしょ佐竹のんのの野口いおりの魅力いっぱいって番組でしょ。違います。それはなんか野口いおりさんの喋ってる声を聞きたいんですよ夜に、うん、じゃ あのもうちょっと一歩掘り進んで企画考えてあげて。あ、わかりました、まあ、僕はあの全然あのこうオタクの仕事で野口さんしょっちゅうご一緒してますから野口さんの今年の推しアニメってそれだけでいいんだと思いますけど。あ、確かに。それでだからそれそういうふうにかあの、ね、もう脳内があの声が聞ければいいっていう、うん、すいません。キリスト教徒の一番敬虔な人みたいになってるからもう、はい、おうなのであのこれ本当に冗談じゃなくて今日の夜よと思ってましたけど本当にやるんで皆さんもアイドルファンですよね。推したい人のなんか冠番組聞きたかったら、そのタレントの名前と番組名を入れて MC アットマークオールナイトニッポンっていう、番組のメールアドレスに送ってもらうかあのツイッターにシャープミューコミプラスとつけて、はい、書いていただきたいというふうに思いますという、まあ、ちょっと夢広がりました、はい、自分のでもいいですからね。あ、うん、でも逆に言えば他の人のでもいいですから、ちょっと考えます。とわこちゃんの今日の湯葉みたいなのも全然いいですよ。本当にいいですね。全然いいですね。いいんですよ、ね。でただあの本当にグツグツって音が聞こえるだけの番組になるありますけどそれでも別に構いませんから、ということを考えております。さてじゃあそれではよろしいでしょうか。続いての後半なんですけどまだプロフィール紹介しかしてなくてせっかくアンケート書いたのに何にもやってないんですよアンケート。じゃあいきます、1問目のアンケートはこちらじゃん、はい、最近ピエンとなってしまったことを教えてください。もう絶対おっさんが使いこなせない言葉なこれを現役アイドルはどうするのか。はい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 、あの、はい、二次婚メンバーに片岡美優っていう人がいるんですけど、はいはい、その人がなんかピエンとかピエピエニャンコとかいろいろ言葉作ってて、はい、なんかピエンのポーズも作ったんですよ。おうおうおう、それは私への指針ですか。あの私たちのグループ私のいるグループの人への指針ですか。前半部分と後半部分のつながりが僕にはあまりよく分からなかったんですけど、メンバー片岡さんのメンバーがいらっしゃる、はい、でメンバーがよくこの言葉を使っている。ずっとなんかとりあえずピエンって言ってけばいいみたいな人なんですけどなんかなるほど、ね、ピエンのポーズもついに作り始めて、うんうん、なんかあこの人がピエン作ったのかなって思ってたら全然違います。どっかから持ってきてたらしいと、はい、あでこれを聞いた瞬間にあ片岡美優だって思って、うん、ちょっと嬉しくなりました。ヒルトさんじゃないですよねこれ。はい、私じゃないです。ですよね、はい、私は全然ピエンは LINE でしか使わないんで。 LINE では使うんだ、はい、なんかめんどくさくなったらピエンみたいなちょっと申し訳ないけど。じゃあ、片岡さんの気持ちを想像すると常にめんどくさいのかなってことなんですかね。なのかな、わかんない。どうなんですかね。どうなんですかね。でも突然あのこうなんですかね、弟も別に生きてるわけですよねですよね、はい、片岡さんも別に生きてるわけですよね。はい、なんら関係ない。なんら関係ないそうなんですよ。なので、はい、あのこれは今日一回自分に引き寄せていただいて、はい、答えていただければと思いますので、はい、じゃあまずはこれは真島さんから今度はいきましょうか。はい、はい、真島さんがピエンですよね。ピエンです、ピエンです。あ、今分かってきたけど真島さんの骨折の原因動きが雑だからですかひょっとして。違うんです、あのなんか関節の動きが荒いんです、うん、同じだっすねいや私は丁寧に動いてるつもりなんです。丁寧に動いてるけど関節の問題か。そうなんです。そっかそっか、これです。持ってましょうかマイク大丈夫ですか。大丈夫です、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃん、はい、初めてなんとなく見たヒロアカで、あ、この人押せそうと思ったキャラが翌週死んだそっか、そうなの、悲しい。あ、そうか、漫画好きなんですもんね。そうなんですよ、さっきの話で言うと。でもなんかすごい、うん、なんかちょっとなんて言うんだろう、あの天の弱なとこがあって、うんうん、週刊少年ジャンプで連載当初から人気な漫画は好きじゃないっていうところがあるんですよ、うん、すごい
鬼滅の、鬼滅の刃とかと。いや、鬼滅の刃さんはちゃんとなんかその 3? なんていうの、最初の下積みというか努力を下積みなんか続けてからのこのアニメで爆発的人気みたいな。まあ、でもちょっと明るすなんていうんだろう、ファンの皆さんがキラキラそうすぎてちょっとついていけないところあるんですけど、ね、でも別になんていうんだろう、アンチテーゼはないんですよ、そこまでの。あそこ あのちゃんと下積みがあったから認められると、はい、でもやっぱヒロアカさんは、うん、あのヒロアカさん当初始まった時に、うんうん、あの夜明け者っていう漫画が一緒に始まったんですけど、うんうん、私はそっち派だったんですよ、うんうん、で学校でその友達ジャンプ一緒に読んでた子と対立して、うん、私だけ夜明け者派だったんですよ、うんうん、でもあります、ちょっと。あ、そ、あ、なんすか、その恨みもありますから、ちょっと見てなかったんですけど、初めからドーンと売れた作品に関してはちょっとなんかお前もっと下積みしてからじゃないとというふうに思ってる。すみません、あのラストアイドルは病気なんですか、それは、うん、なんかあの1回目のグループからうまく売れたやつらなんか許せないみたいな全然全然そこなことはない。はい、欅さん大好きです。欅さん大好き、はい、あ、うまくいった例の代表例は欅坂は大好きです。それは大好きなんですね、はいはい、大好きですって言うとき若干目が下向きなんですけどいやいや大好きです。わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。じゃあ続いて、とわこちゃん行ってみましょうか。最近、はい、ピエンとなったことは何ですか。最近ピエンとなったことは、うん、今日の朝起きたら目がパンパンだった。可愛いけど、あ、でも今はだいぶ治ったんですけど、この時間は大丈夫、はい、朝起きたら、朝起きた時、うん、本当に鏡見たら目の上になめくじみたいなのができてて、やばかったんですよ。それは前の日になんかすごい夜更かししたとか、はい、多分下向いて寝てました。あ、寝る時にこう うつ伏せで寝ちゃったんだ。はい、あら、でもこたつで、こたつで、こたつで、あら、真島さんどうしました。真島さん、あの今のは猫じゃんってそうね、可愛いね、うん、押せます、押せますか、はい、あ、物事を押せる押せないで選ぶタイプなんですね、はい、さっきから聞いてらっしゃると、はい、押せる、あ、ありがとうございます、押せる、うん、軽くあしらわれてますけど大丈夫です大丈夫、自己満足なタイプのお宅なんで大丈夫です、はい、そうね、向こうが、でもなんかそれも眠かったからこたつから出ずに、うん、なんかママと一緒に夜お話ししながら、うんうんうん、あのお話ししてたら気づいたら寝てて下向きだった。あのご自宅ご自宅はあのいろりとかがある古民家とかだったんですか。いや違います、はい、うん、お母さんはお話、え、どんなお話をしてたの。人生相談。え、え、人生相談。そう、人生相談してました。え、このままアイドル続けていいのかな。いや、そんな重いものではないです。人生相談って重いじゃないみたいな。どれ、まあまあまあ、うん、あんま言えない話です。言えない、あ、でも軽い、はい、自分についての話じゃなくて、お母さんがとわこちゃんに相談してたの。私です。うん、あ、とわこちゃんが、私がママに相談してました。あ、そうなんだ。あ、で結局結論、え、ちょっと待って、自分から相談持ちかけといて途中で寝てしまったんですそうです、うん、あの聞く気はございました、うん、はい、聞く気はあった、だ、悩みが解決した。はい、解決したから寝られた。はい、そっか、はい、だけど目がパンパンになっちゃった。はい、その時は もう自然に直したのね。なんか直す方法があるとかじゃなくて、なんかメンバーの子に直す方法を聞こうと思って、うん、あの目の写真を送って、うん、なんで送るの写真あの送って、うん、どうしようってやったんですけど、うんうん、あの返信来たのさっきです教えてはくれたんだ。どうしたのって言われただけで、うん、終わりですえ、ちょっと待って、目の写真だけ送ったの。どうしたのそれはこちらどうしたのですよ、うん、目の写真でしょ、これからイメージを読み取れって言われてもパンパンの方法、本当は直す方法が知りたかったんだ。はい、そっか、まあ自然で治ったからよかった、はい、治ってますか。治ってる治ってる。あ、じゃあ、すいません、はい、確認したいお姉さんがあちらに2人いらっしゃいます確認したい、ちょっと お姉さんに近くで見ないと分かんない。あ、ちょっとここぐらいで見たい鈴懸さん代わりにやってあげてくださいえ、めちゃめちゃ可愛いめちゃめちゃ可愛かったそうですね、可愛かったかどうかじゃなくて、まぶたの状態が知りたかったなんか目がすごい輝いてて、うんうん、なんか目の中がなんか夜空みたいな
感じで鈴木さんポエム取られてますけど、うん、どうしようどうしようっていうか、あの大丈夫、一番右側の方は症例が重い方ですから、うん、なんか雲の上にいるかのようで、雲の上に今日現実に戻れるかわかんないそっかそっかそっか、ね、ね、こちらは雲の上なんですよ多分、こちら雲、はい、あちらはですね煉獄の果てなんですよどちらかというと、あ大丈夫です、あのね、みゆちゃんだけが今現世、みゆちゃん真島さんもまだ現世かな、現世にはいる、現世にはいる、セーフとかアウトとかじゃないんですで多分一番現世に今いていただいてるのはちょっとこっちに寄りそうな時があるんで、どっちに、どっちに、こっちに、あの雲の上に行きたい、行きたい気持ちが出てきたんで、おでも行けそうな気がする、本当ですか、あのでも行っちゃったら現実に戻りたくないからやっぱダメ、じゃあ聞いてみましょうか、あのトマコちゃんは現実に戻りたいですか、私、うん、現実にいますよそうだねそうだねまあ、そうご本人の意識はそうですから、そうですね、ひるたさんにも同じことをお伺いしてみたいんですけど、ひるたさんは現実に戻りたいですか、え、これ現実じゃないんです俺今の言葉、二人の言葉 T シャツにしたいですもん素晴らしいですね、うん、じゃあちょっとあの次のピエンとなってしまったことを、そのメンバーでよく使う人がいるというひるたさんにもお伺いしたいですが、はい、ピエンな出来事はこの間ツアーで遠征をしたんですけど、うんうんうん、その時にメンバーと同じベッドに入れなかったんです、んそもそもが、まあ、遠征は行きますよねアイドルからね、はい、遠征行きます、行くよね、はい、え、なんていうの、虹のコンキスタドールは、はい、遠征費がめちゃくちゃ制限されてるんですかこれ、いや、違うんですよ、うん、2人部屋でいっぱいあるんですけど、うん、2人部屋、うん、なんか一つの部屋に集まって映画鑑賞をしようってなって、うん、何時にみんなお風呂とかも終わってこの部屋に集まってねって言われて、うんうん、私ちょっと遅れて行ったんですよ、うん、そしたら半分のメンバーはいて半分はいなかったんですけど、もう先にいる人たちが2つのベッドの一つにぎゅうぎゅうに埋まって、みんな仲良さそうに話してて、うん、私は隣のベッドで静かに座ってたんですよ、うん、悲しくないですかね、はい、今、本日の接待係の皆様が悲しい悲しいっていう声が聞こえました、もうなんか一人でピエンってつぶやきながらずっと携帯いじってました、他のメンバー来るまで、あ、でも他のメンバーが来て、他のメンバー来て、うん、まあ無事始まったんですけど、うん、でもやっぱさっきの寂しかったなっていう、その寂しかった期間ってやっぱ1時間とか結構長かったの、はい、10分ですえ、だって部屋入ったら私以外の人みんな一つのベッドで川の字で寝てるんですよ、うんうん、私だけ埋まってるから入れないんですよ、うん、寂しくないですか、はい、いかがでしょうか、はい、寂しい、はい、寂しい、寂しい、ね、寂しいよね、ね、そうですよね、はいはい、本日、うん、あの会長の接待を皆様にお任せいたしますそうですか、いや確かにでも、まあ、ちょっと気持ちは分かりますけどね、ちょっとのけもの感ある感じだよね、うん、みんな仲良さそうに写真とか撮ってたから、ああいいな、上に乗っかってやろうかなとか思いながらそれをそこ乗っかっていいんじゃないですか、いやちょっと重いからやめときました、そう、いやちょっと鈴鹿さん想像してくださいよ、ベッドがいっぱいで、はい、ちょっとこうなんかあって思ってる、はい、ひるたさんが乗っかってきたらどう思います、え、めちゃめちゃ嬉しいですよね、はい、です全然嬉しい、やったえ、乗っかりに行こうかな、おぜひ、え、人にくっつくのが好きなんですよ、あ、そういうことなんだ、私も好きです、あ、一緒ですね、一緒だ、じゃあ本当はそうしたかったけど、お互いちょっとそれが嫌いな人もいるかもしれないからって警戒してたんですね、はい、ああ別に、うん、あちらの鈴掛さんが今手元に口元にまず手がいっちゃいましたけど、可愛すぎてもうもだえてます今、これもね先ほど産んだっておっしゃってましたからね、ね、いやもうこれもずっとこうしててほしい、今日あの暇だったらずっと手ついでつないでいただいて全然構わないですよ、いやすごいですよ今、あの魔物同士のタッグがここに生まれました、じゃあすいません、ちょっとここまでのところが天国からの声だったんで、あのすいませんが、ね、まゆちゃんのこうちゃんとした、はい、みゆちゃんのちゃ、いやもうちょっ としてるかな、現実が訳せなくなってきた、ごめんなさい、現実ですねこれは、はい、はい、
実家に帰って祖母に思い出の写真を出してもらったら点点点点点点もう何そんなゴールデンタイムのバラエティみたいな綺麗な綺麗な前振り。そう、話していいですか。いやもちろん、はい。京都じゃない大阪に実家があって、はいはい、でこう年末に帰ったんですよ、うん、でいとこの家に行ったんですね、うん、で祖母といとこがちっちゃい時の写真出したるわって言って出してくれたんですよ、うんうんうん、でなんか楽しみじゃないですか。赤ちゃんの時の写真見たことなかったから20。自分の？そうです。え、私の赤ちゃんとの時の写真あんまり見たことなかったんですよ21年間。ほん？え、そう？で見たことない写真を出してくれるって祖母が言ってたん で初めに私の母の写真から見たんですよ。母のちっちゃい時の写真が、うん、もう目がまん丸でめちゃくちゃ可愛くて、私このお母さんから生まれたんやったら私だってちっちゃい時は可愛かったんやって思ったんですね。ちょ、まあ、何をおっしゃいますよ。ここは接待とは違ってみんなちゃんと現実を分かっておいてもらわないといけないですよね。いや、うん、私は21やからそういうの言わないですよ、まあ、知ってんねん。照れてる照れてる、はい、ねえねえ、これちょっとじゃあ天に認めてもらいましょうよ。ねえ、お姉さん可愛いですよね。可愛いですに弱いんですこういうの手が震えて震えて ありがとうございます。可愛いですってこれね。可愛い、もう昔は可愛かったんじゃないかと思ったんです。なるほど、自分の話に戻りますねその瞬間、写真を見たら、うん、なんかおへその上までタイツ、黒いタイツを着てて、で上半身は裸で仁王立ちであ、皆さん想像してください、赤ちゃんですよ。で目はこちらを睨みつけてるんですで、まるですんごい貫禄で、まるでアントニオ猪木さんのような写真を出されて、うん、ピエンでした。おそこでアントニオ猪木のあたりがまだ全然ね、江頭2時50分って言わないあたりが、はい、汚れ感が、うん、これぐらいの汚れ感でアイドルはあってほしいっていう。そっちか、まだ甘かった、うん、大丈夫、むしろ大丈夫なのそれが、うん、むしろ大丈夫。ちょっと反省しますね。反省、違う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 、じゃあもうちょっと温めてもう一回この話します。いやいや、なんでそこで関西人の魂が突然目覚めです今日笑ってほしくて来たから、うん、しけると悔しいので、な関西人って可愛いより面白いが褒め言葉やから、私を甘やかしたいと思ってくれるなら面白いって言ってくださいそれはそれでみんなこう気遣って言ってもらってるのが 気になるからどうしてもね、どうしてもね、本当に本当にね、受けが取れたらいいよねってことですね。そうですね、まだ甘いと。この番組に、この番組というかこの企画にわざわざトーク用意してきてくれた人ほぼ初めてですよねみんななんとなくですからね。ネタ帳まで書いてきましたからそんな本当に真面目だな、うん、真面目な人なりで、どっちかっていうと今受けなかったことの方がよっぽどピエンなんですよね。そう、ね、やや受けピエンだから、やや受けがピエンやや受けがピエン、早く次に行かないかなと焦っております今いや全然僕今やや受けはピエンは T シャツで売れるなと思ってますよ本当欲しいよね。あ、でしょ、欲しい。真面目さん、真面目な人全然押せるでしょアイドルとして。めっちゃ気持ちが分かる、ね、そのなんかもう、はい、やや受けやばい、もう次行こう次みたいな、この気持ちが、うん、めっちゃ分かりますね。でもさ、ラストアイドルって成功しそうですよね、あの根性あったら、うん、一緒にやりますか。一緒に、あっお願いしますお願いしますですけど、そういうライバルが増えることに関してはいかがですか。え、全然なんか真面目な人増えてほしいから。あ、そうなの。いっぱい欲しいです、本当に。真面目じゃない人が多いの。いや、そういうわけじゃないんですけど、うん、ただなんかみんなでやるにはもうもっと真面目になりたい、うん、この後、うん、2人で反省会します2人で反省会、はい、裏で。すいませんが、とわこちゃんとひるたさんは反省会とか今日するつもりありますか。どうする。別に大丈夫だよ、ね、まあ俺もいらないと思う。終わったことは終わった、うん、そうだよね だよね、しょうがない、うん、そう、しょうがないよね、うん、また次頑張ろう、うん、そうだよね、うん、だみーちゃんマジそれぐらいのもんですから。そうですね、うん、全くこれそのトークで何とかしてやろうっていう気持ちの人は大体ルミネ座吉本とか言ってますから大丈夫ですよ、ね、今日メモないかなって本当に思ってて。なんで一個一個こう、うん、拾っていきたい、拾っていきたい面白かったことを一つ一つ。そう、バラエティーとは、ね、バラエティあ、バラエティじゃない。いや、これバラエティじゃない、うん、僕らは今介護をしている状態でして
いろんなタイプの介護、ね、あのお宅の人の介護から、はい、養女の介護までいろいろやってるっていう。私そっち行っていいですか。やる。あのそれなりに技術いりますよ。そうです。じゃあ数かけさん、はいはい、最近ピエンだったこと、はい、ちょっとなんか真面目な話になっちゃうんですけど。いや別に大丈夫です全然。だからみんな面白がらせるとか本当大丈夫ですからこのイベントは。はい、はい、卒業発表後にファンの方が涙目なのに笑顔でいてくれたこと。いい話じゃないですか。ちょっとなんかパターンの違う話になってくるんですけど、これまた何が違う話。あの今までの感じとはちょっとパターンが違う話になってく、真面目な話になってくるんですけど、私あの昨日、うん、3月1日に卒業を発表させていただいたんです。そうなんですか、はい、そんな重要な日にごめんなさい。ずっとずっとこんなトーンで話を進めていて、発表させていただいたんですけど、はい、私笑顔でいてほしくて、みんなにはやっぱりアイドルなんで、それが仕事じゃないですか。だからあの笑顔でいてほしいし、笑顔で行こうって言ってたら、みんな絶対泣きたいはずなのに、すっごい笑顔で握手に参加してくれて、うん、ちょっと話してたら泣きそうになってきたんですけど、どうしましょう。はい、そう、それでそれがちょっとピエンってなりました。佐竹さん、今アイドルファンとして極上のものを至近距離で味わっていらっしゃいますけども、なんか守りたいなってなんか、ね、アイドルになってくれてありがとう。本当にあ、でも卒業、でも卒業されるということは、はい、なんですか、もう、まあ、アイドルではなくなったということは、はい、まあ、まあアイドルだったらしちゃいけないことっていっぱいあったわけじゃないですか。うん、そうですね、なんか今後したいこととか。したいことですか。したいこと、たくさん美味しいものが食べたい。そうね。はい、やっぱりそこはちょっと気使うもんね。はい、どうしたってね。うん、まあ、まずはそれぐらいのところから。そうですね。たくさん美味しいものを食べて、いっぱい寝て、いっぱいゲームしたいです。そうね。厳しいこと多いもんね。はい、じゃあそれを、そう、佐竹さんに聞きたいんですけど、今度は、あ、もうアイドルは尊いですよ。はい、アイドルじゃなくなって、自由を手に入れた、何でしょう、あの押せる女性はどうお捉えになってらっしゃいますか。普通にワンチャンあるなって。ワンチャン狙われてますけれども、なんかアイドルとして応援するのもすごく好きなんですけど、普通に一人の女の子としてめちゃめちゃ魅力的なので、養いたい、なんていうの、なんか何でもしてあげたくなります。あ、尽くすタイプではある。尽くします、めっちゃ尽くします。めっちゃ尽くす、めっちゃ尽くす。何してあげたいんですか、お世話するなら。でも、うん、なんかいっぱい美味しいもの食べたいって言ったら、うん、毎日なんかその食べたいものあったら、まあ作るかどっか連れていくかでもどっちでもいいけど、うん、毎日何でもするし、うんうんうん、ゲームもなんかこれやりたいって言ったら買ってくるし、なんか寝たいって言ったら、その、ね、なんか寝やすい布団と枕とか、寝やすい布団と枕、ちゃんと高いやつとか買うし、うん、なんか全部考えてするよ。あしかもちゃんと相手主導なんだね。相手主導ですね。相手主導。え、じゃあ今日一番ね、あのこう、はい、みゆちゃんが真面目な気がするわけですよ。はい、あのでも養いたいですよね、やっぱり。なんか、うん、今日こうやって話してて、うん、なんかみゆちゃんがなんかすごい刺さる。なんか性癖に刺さります。今全員が気づいてるのはこの人全方位だなっていう。いや、すごい真面目で、なんか何も知らない感じ、なんか純粋じゃないですか。そうね、本当に純じゃないですか。そうね、なんか間違ったことを絶対しなそうな感じがしますよね。だからそういう清楚なこと、違います、悪い意味じゃないんですけど。悪い意味の清楚ってなんだよ。違う、清楚な子をなんか染めたい。染めたいの。染めたいです。染めたいんだ。あ、なんか悪いことを教えたいってこと。なんか悪いことではないんですけど、なんかしたことなかったことをしたい。何、推しじゃんとか。なんかまあこう知らない世界に一緒に行くみたいな、うんうん、知らない世界に一緒に行く感じの、特典会並ぼうぜみたいな、そういうの。なんかまあそれもあるし、うん、
なんかなんだろう、なんかすごいお嬢様っぽいから、なんか夜中にゲーセンみたいな。あーあ、若干でもわかる。わかりますか？それはわかります。でなんか思ったより楽しかったなみたいな感じのを関西弁で言われたらもう死んでもいい。あなって思います。いや佐竹さん、映画とか撮った方がいいよ。もうクリエイティブだよ、もう今や。本当ですか？もうローマの休日みたいじゃん。本当にちょっとじゃあ考えます、はい、じゃあそんな、なんかあなた旗から見てて、あ、人生楽しそうだなって佐竹さんについて思うんですけど、はい、佐竹さんのピエンなことは何ですか？あ、私は、でも真面目です。すごい。何ですか？この間開催されたツアーのファイナルで、うん、私のセンター曲でもある推しのいる世界の時に、ペンライトが私だけついていなかったことに気づかずに踊ってしまったっていう。あ、それは客席側でも同じこと思うよね、多分ね。多分だよね。あの、うん、ファンの皆さんも、ちょっとこの後にもう一盛り上がりあったのにウルトラオレンジがみたいなやつね。もうなんか、しかも自分は気づかなかったんですよ、うん、そのペンライトがついてないことに気づかなくて、うん、後から動画とか見て、うん、なんかついてないってなって、うん、すごい、ツアーファイナルってすごい大事じゃないですか。そう、ね、なのに私のせいで台無しにしちゃったなって思って、うん、でも センターだとむしろついてないのは別の意味合いに感じることもできるんじゃないですか。本当ですか、うん、でもなんかすごい申し訳なくて、うん、なんかずっと病んで、めっちゃいおりになんかもうダメだ私なんてって言ってで慰めてもらいました、都合良い言い訳に使っていらっしゃいませんでしょうか？違います。甘える際のちょっと、うん、でも慰めてもらって立ち直りました、うん、立ち直る、慰めてもらいたかっただけの感じが若干いや違う、まあでも責任、アイドルとしての責任感もありますもんね、もちろんね。はい、とやっているうちにいつの間にかなんと9時20分ですよ、もう早いね、早い。私生放送あるんで、そろそろ本当に締めなきゃいけないというか、ね、箱の問題も皆さんの問題もありますんで、もちろん。じゃあそれでは最後に皆さんの今後の、あのお仕事のお知らせをいただきたいと思いますが、じゃあ真島さんからいいですかね。はい、お知らせ、そう、お知らせ、はい、はい、じゃん、はい、ラストアイドルの8枚目シングルが今年4月の15日にリリースされます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は初めてラストアイドルが選抜制を取った楽曲になっていて、まだ作ってないから私もわかんないんですけど、初めての選抜でちょっとドキドキもあるんですが、また新たな一歩を踏めるように頑張るので、ぜひチェックしてみてください。そしてですね、毎週水曜日深夜1時56分からテレビ朝日さんの方でラスアイよろしくという番組を、私が中国語をね入れられた番組なんですけどなんですけど、もしよかったら見てみてください。こちら関東ローカルなんですけど、関東以外の方も、アベマ TV と TVer さんで見れるので、ぜひお願いします。はい、今度はどんな試練が待ち受けてるんですか？今度は、いや、分かんないんですよ。あ、まだ分かんないんだ。本当に何をやらされるのか直前に聞かされる、ファンの皆さんと知ったりもするんで。あ、そうか。そうなんです。めっちゃ怖いんです、私も。でも確実に何もないということはなさそうだなと思ってますから。いや、本当に怖いです。うそうか、僕がってなんか、じゃあ次の仕掛けにですね、バーンって言ったらそこにとわこちゃんがいたりするんでしょうね、きっとねラスボスがそこにやだ、じゃあすいません、ピックスミックスのお知らせも、はい、はい、はい、2月5日にセカンドシングルのチョコレートリグレットを発売します。かわいいな。はい、そしてチョコレートリグレットの今リリースイベントやってるんですけど、うん、たくさんやってるんですけど、一番近いのが1月25日にララポート豊洲さんで14時からです。うんうん、皆さんぜひ来てください。うん、はい、はい、そして5月3日にワンマンライブが決まりました。おお、ワンマンライブの名前が武者修行チャレンジ進化を問う戦いっていうんですけど、うん、詳細は後日発表なので、ピックスミックスの公式ホームページを見てください。待ってます。5月3日予定絶対開けといてくださいもう一つ気になったのが、はい、武者修行チャレンジ、はい、滑舌すげえ頑張りましたよね、今ね。武者修行チャレンジ言えてる大丈夫、ね、なんだけど、こう滑舌に関してはみんなちょっとドキドキしながら見守る部分があるじゃないですか。字は綺麗よね、すごく。
私よく言われるんですよ。わかるわかる。字綺麗。なんかやってたんですか？何もやってないです。なんとなく。でも、うん、私ずっと字が汚くてお父さんに怒られて、うん、直したらずっとこの字です。へえ。どちらかというとお父さんの指導力に果てしなさを感じますね。すごいな。じゃあまた字が綺麗ですよね。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ蛭田さんに行きたいと思います。蛭田さんのお知らせは、はい、私は字が汚いです。殴り書きです。殴り書き、はい、殴り書き。ビジコンからの大切なお知らせ。まずは大切なんかだって大切なのにちょっと付け足しですもんね、もうね。え、だって入んなかった。ごめん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 なさい、こちらが悪かったです、すいません。はい、今度の1月22日に全曲タイアップ付きの3作品同時リリースをします。イエーイ。はい、1つ目の響けファンファーレは全能さんの CM ソング、うん、僕らのターンはテレビアニメカードファイトヴァンガードのエンディングテーマ、そしてスノーウィングラブは冬スポの CM ソングになっています。きっとね、みんなちょっとテレビで聞いたことあるぜみたいな人は後でツイートしてください、見に行くんで。はい、そして次、今度の2020年。あ、ちょっとすみません。何の笑いだったんですか今。あ、結構多いなという、はい、5月27日にオリジナルアルバム、うん、レインボーグラビティを発売します。イエーイ。いいですね。はい、このアルバムを引っ提げてなんとニジコン7月から10都市ツアーをします。はい、ツアーの名前はレインボーグラビティザ・サマーツアー2020です。そしてそのツアーラストの9月12日はなんとトヨスピットでワンマンをします。イエーイ。この日はバンド編成なのでいつもと違うニジコンが見れると思います。そしてニジコンは2020今年ちょ書き間違いを消せなかったらな。はい、あ、なるほどなるほど、はい、わざわざ読んだんだ今。あそこのぐるぐるってなってればっていう風に読めばいいね。間違えました、うん、で、はい、BS11 ニジコンは BS11 にてレギュラー番組を放送します。イエーイ。はい、ニジコンみんなわちゃわちゃしてて仲良くて面白いのできっとオタクたちも、あ、ごめんなさい、訂正します、ニジコン大好きマンのみんなもすごい楽しめると思います。イエーイ。ニジコン多分ニジコンを知らない人ももうなんだニジコンの二の字も知らないって人でも絶対楽しいと思うのでぜひ見てください、お願いします。確かに最近なんかニジコンいつの間にかオタクって言わずにニジコン大好きマンになってましたよね。あ、もともと大好きマンなんですけど、あ、ね、あのニジコンみんなあの何らかのオタクなのですぐオタクって言葉使っちゃうんですけど、かぶっちゃうのか、そうか。でも、あのオタクっていう単語はちょっとシッって言われ、あの気をつけた方がいいかなって思ったんで、あの僕はファンですっていう人もいるじゃないですか。だからあのもうみんな骨の髄までオタクだよね。だから今更ね、ねえ、もう、ニジコンを一目でももう一瞬でも見たことあるよって人はもう全員ニジコン大好きマンにしてやろうって思って、そういう意味も込めてます。私は今日増えたんじゃないですか今日。いや、遊びに来てください、待ってます。はい、じゃあのお隣のニジコン大好きマンの方におすすめ。大好きです。チェルシーも大好きですよね、みゆちゃんね。はい、チェルシー2月2日に単独ライブ行います。ありがとうございます。タイトルがチェルアップボリューム2スイート&ビターと言うんですけど、あのチェルシー本当にかっこいい曲もかわいい曲もセクシーな曲もいろいろあって、あの2部制になってて、1部がスイートと題してかわいい演出で、2部がビターと題してかっこいい演出の全く違うあの一部二部のライブをやらせていただきます。で、場所がなんと渋谷グラッドなんです、うん、みんな近い。
ここからね、ここから近い、ここから近い、はい、でチケットは3000円で今日の物販でも私が手売りで、はい、販売してるので皆さんぜひ来てください。そして当日券も3500円であります。あの音楽、本格的な音楽が好きな人、本格的なダンスと歌が好きな人、あと芸術を見るのが好きな人とかには本当に来てほしいライブなので皆さんぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。めっちゃどこまでもちゃんとしているっていうそうか、このイベントで芸術が好きな人って言った人初めて聞いたかもしれない、うん、全然、でもそれだけの、でもクオリティすごい高いですよ、本当見てちょっとびっくりしちゃった。ありがとうございます、じゃあそして、はい、鈴鹿さんは卒業されるんですよね。はい、そうなんです、だから先ほど言ったように3月1日に卒業ライブもあります、うん、そしてその他にもジュエルネージュたくさんライブをしていますので、ぜひ詳しくはジュエルネージュの公式ツイッターと公式ブログをご覧ください。お願いします。だけどライブちょっとだと思うとちょっとやっぱり感慨深いのは、そうですね、もうあと何回もライブできないぐらいしかないので、うん、一つ一つの瞬間を今日もそうなんですけど大切にしていきたいと思います。今日ね、事後物販もありますもんね。そうです、そうです、事後物販もありますので、はい、ぜひ、はい、行っていただきたいと思います。あとあと十和子ちゃんもあるんだよね今日ね、事後物販ね、はい、あの、うん、ミュージックカードM カードを買ってくれた方に私がサインします。おお。ぜひ、もうなんかあのラスボスとお会いできるチャンスですから、ぜひ、じゃあそれでは最後に佐竹さん、はい、はい、4月29日にイコールラブの7枚目シングルの発売が決定しました。今更そんな佐竹さん、そんな小さなところ噛んだことでみんながウフフってなるよりはだいぶ佐竹さんに対するハードル上がってますからね、みんな。すいません、はい、重犯罪の告白ぐらいまでいかないともうすいません、うん、そして3月から、はい、栃木、茨城、群馬、そしてファイナルが東京で、なんて言うんでした、TDC ホール TDC ホールで、有明だったっけ、あ、東京ダムシティか、そうかそうかそうか、で、を回るツアーを開催します、うん、なのでぜひ遊びに来てください、お願いします、はい、どうも。なぜ北関東を回るんですか。いや、メンバーの出身地が群馬、私が群馬で、うん、栃木が斉藤キアラちゃんで、うんうん、茨城が野口よりの出身地なんで、意外に北をなんですか、関東からメンバー集めてるグループなんですか。いや、集めたわけじゃないんですけど、結果的にたまたまいました。あ、はい、斉藤さんあんまり話したことないですけど、野口さんとこう佐竹さんだけ見てる限りでは北関東では何か恐ろしいことがかつて起きていたの。でも、うん、なんか、うん、野口と佐竹ってすごいつながりがあるらしいんですよ。どういう意味。なんか佐竹が野口を生んだらしいです、名字。あ、歴史上、ね、前世の歴史上大名が、前世ではないでしょう。前世はまた別の生物だったりとかしたんだと思うんですけど、昔日本史ね、日本史の歴史上で名字をこう紐解いていくと、はい、なので、はい、運命を感じながらこのツアーを回りたいと思います。そういうことを理由につながりを求めている方ということでは、はい、そうです、そういう方でもあると、はい、はい、ということで、まあ、一応イベントの方もちろん普通に行っていただいて、その時に、あ、この時におそらく佐竹さんは控室で何かやっちゃいけないことをやってるんだろうなと皆さんは、はいはい、やってる、やってます。はい、重犯罪の告白で本日は幕を閉じる感じでございますが、はい、さて、でロフトナインアイドルクラブなんですけど、これ毎月やってるんですよ、こういうの、でも本当にゆるゆるでやってて、今日絶対に全部の方を見たことあるって方いなかったと思うんですが、これ最近もうイベントがあるとなったら、この女の子が楽しく喋ってるのを見ながら飲食ができるイベントとして親しんでいただいている方もいらっしゃいまして、次回ちょっとまだメンバーが決まりきってないので、ここで日程だけお伝えしますと、次回は2月の17日月曜日となっております。で本日、先行チケット20枚用意させていただいてますので、もしよろしければ、ご利用いただければと、あちらですね、カウンターでお声掛けいただければ大丈夫です。で一応1人1枚 で、20人より多くなかった場合は2枚目もお渡しできるかもという感じですね、はい、そういうシステムでやらせていただきたいと思います。さあ、ということ で、あとすいません、僕の番組 の話なんですけど、さっきも言った通り、アイドルの冠番組作ろう企画多分今日からやるのと、あと昨日スタプラアイドルフェスティバルで、その
若手8グループの中から46人ガチンコでパフォーマンスして、その日来場した人だけで投票して、あの昨日三田いぶきちゃんってクラウンポップの子が、あのキングというかクイーン、シンデレラ、自分であれだけやっといてなんで言いますか、シンデレラに選ばれて、今日もう生放送出ますんで、もしよろしければそちらの方もアイドル好きの方お聞きいただきたいと思います。さあということで、もうあとはあれですよね、佐竹さん、いろんな人と LINE 交換とかしたいんですよね。はい、はい、ということでここまでと物販もありますからね、させていただきたいと思います。本日もご出演いただいたアイドル皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあどうぞどうぞ、このままご退場いただいて大丈夫でございます。ありがとうございました。あと、あの特典会とか、あのおお大丈夫ですよ、大丈夫です、大丈夫、全然大丈夫です。多分あのラストアイドルだとこの瞬間に、あの確実にこれで CM に行くところだと思うんですけど、大丈夫です、僕らはそういうことしないです。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。どんだけ虐待されて育ってるの、全然大丈夫です。何にも危ないことしないですから、落ち着いてお帰りくださいませ。どうもありがとうございました。大丈夫ですから。